この動画は、レイヤの過去動画をまとめた総集編、今週のレイヤパート3、です。非常にマニアックな方向けの動画となっております。アホみたいに長いので、睡眠用や作業用など、ラジオ感覚でどうぞ。悪質なクレイマーっているじゃないですか。最近でも駅で、駅員に対して大声で怒鳴っている、大迷惑ジジイと遭遇しました。ああいうの本当になんとかできないのでしょうか。やべえ奴らの対応をしなければならない。現場の方々が気の毒でなりません。最近って世の中全体が、めちゃくちゃコンプライアンスに厳しくなっています。例えばセクハラやパワハラに対して、かなり世間の風当たりが強くなっていますし、少しでもハラスメントをしていたことが公になれば、大問題に発展します。しかし、セクハラやパワハラが問題視される一方で、店員に対するハラスメント行為に関しては、あまり規制が進んでいないのではないでしょうか。もっと店員に対するハラスメントに対して、社会の風当たりが強くなれば、少しずつ変わっていくかもしれません。現状、悪質なクレイマーへの対応を、現場に丸投げしているような企業もあります。いやそれはさすがに、従業員がかわいそうでしょ。できれば企業が、クレイマーから従業員を守ってやる、くらいの姿勢を見せてほしいものです。まあでも現状、現場に任せっきりの方が一番楽なので、なかなか改善が進まないのかもしれません。ただ一方で、企業のクレイム対応にも少しずつ変化が見られます。一部の企業ではすでに、情報を集積することで、一段階上のクレイム対応を実現しています。どういう客がどういう難癖をつけてくるのか、どういう対応をすれば納得するのか、どういうことを言ったら起こるのか、などの情報が、顧客ごとにデータ化されてひっそりと蓄積されている場合もあります。これ面白いですよね。憂さ晴らしにクレームをつけていたら、自分のデータが企業側に蓄積されているのです。最初からクレーム自体を、受け付けなければいいんじゃないか、という意見もあります。電話や窓口、メールフォームなどを完全に閉鎖して、意見が全く届かないようにすれば、クレームが来ないのではないかという考えです。確かにそれも一つの案だと思います。最近では電話窓口を設けていない企業もあります。ただそういう企業でも、フォームやメールなど、何かしらの連絡手段を用意していることが多いです。なぜかというと、すべての窓口を完全に閉鎖してしまうと、クレームだけでなく、その他大多数の真っ当な意見も届かなくなってしまうからです。なので単に窓口を全部閉鎖する。というのもそれはそれで問題があるのです。何かをやる以上、絶対に避けて通れないのが、クレーム対応です。新しく事業やイベントをやるにせよ、YouTube を始めるにせよ、絶対にクレームが来ます。企業側の対応としては、あらかじめクレームが来ることを想定した上で、対応マニュアルを用意しておくとか、次回から円滑に対応するために、顧客情報をデータ化して残しておく。ことなどが挙げられます。ただいずれにせよ、最終的には現場の人が、クレームの矢面に立つ必要があります。これ本当に辛いですよ。わけのわからんクレームつけてる人は、店員がものすごく辛い思いをしているということを、ぜひ理解していただきたいです。正当な苦情とかはいいと思うんだけど、悪質なクレームをつけるのは本当にダメです。現場の人は本当に精神的に病みますよ。人間って立場が下の相手に対して、本性が出る傾向にあります。なので店員に対して悪質なクレームをつけている人は、その姿が本性というわけです。思うんですけど、集積したクレーマーの情報って社会全体で共有するべきではありませんか。店員に複数回ハラスメントをした人物は公共交通機関などを利用できなくするなどの具体的な制裁が必要かもしれません。まあこれも行き過ぎると監視社会みたいになるので難しいですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画は解説動画ではありません。ロシアとウクライナの間で戦争が始まったことに対して一般人が感想を語る動画です。まずこの一報を見たとき最初は驚きました。そりゃびっくりしますよね。大体の人が本当にロシアが戦争を始めるとは思っていなかったのではないでしょうか。驚くと同時にちょっと怖かったです。いくら遠い国での出来事だと言ってもやっぱり不安になりますよね。で、落ち着いてから思ったのはこの件が為替にどう影響するかです。株や FX をやっている人あるあるなんですが、何か有事があるたびにやはりこのことを考えてしまいます。私はサイコパスなので普段は何かあると真っ先に為替のことを考えます。しかしあまりにも重大な出来事が起きるとそういう余裕がありません。今回の件もそうでした。為替の影響を考え始めるまでかなりの時間がかかりました。人間冷静な状態ではなくなると頭が回らなくなってしまうものなのでしょうか。ロシアの株価指数が 50% 下がるなど早速大きな影響が出ています。ニューヨーク市場が開くのがこの後23時30分からでしょうか。そこからまた相場が荒れそうですね。それはさておき、ツイッターのトレンドを今見ますと、憲法9条とロシア引退が上下に並んでいます。何このユニークな組み合わせは。本人には申し訳ありませんが、こんなん笑うでしょ。確かにああいうことが起きると、やっぱり憲法9条について考えますよね。実は私もちょっと考えてました。ただ自分の政治的な考えを動画に出すことは、基本的にはしない予定です。ただ今回の件で、憲法9条を含めて、もっとこの世界で起きていることに、目を向けた方がいいということを実感しました。大半の人は、普段忙しくてあんまり考える余裕ないんですよね。憲法9条とか国際情勢のこととか、なので今回の件で、身近な問題として真面目に考える人が
が少しでも増えて、社会がいい方向に変化していけばいいと思います。私としては今後たまに、国際情勢や政治関係の解説動画を、作ることがあるかもしれません。その時は、政治的な主張が強くなりすぎないように、できるだけ中立的な動画を作る予定です。世の中で起きていることって、案外、簡潔に説明できる事柄も結構あると感じています。もちろん例外もありますが、基本的には自分の好きな動画を出していきます。その一環として国際情勢などの動画を出すことがあるかもしれません。今回の件で思ったのは、平和な暮らしがいつまでも続くとは限らない、ということです。まあ考えてみればそれは当たり前の話です。日本も数十年前まで戦争していたわけですから、ただ今の日本で生活してると、どうもそういうことを忘れがちなんですよね。私も正直忘れてました。もしかしたら平和な生活ができるって、すごくありがたいことなんじゃない?と今になって実感します。まあこれも言うまでもなく当たり前のことです。しかし平和な生活に慣れきっていると、どうやらそのことを忘れてしまうようです。いやー、平和という概念は、恐ろしいですね。今では孫子とプロレスしていた頃が、懐かしく感じます。あんなしょうもない騒動で盛り上がれるのも、国が平和だからですね。というわけで、私は今回の件で、平和の概念について改めて再認識させられました。皆様は今回の件についてどう感じましたか?ぜひいろいろコメントで聞かせていただけると嬉しいです。現時点でも犠牲者が出たという報道があります。彼らが本当に死ななければいけなかったのか?プーチン大統領は考えていただきたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。今回は、プーチン大統領がなぜ、ウクライナへの侵攻を決断したのか、について考えていきたいと思います。もちろんプーチン大統領とその側近が、頭の中で何を考えているかという話になるので、実際のところはわかりません。ただこれまでの歴史から、なんとなくその行動理念を推測することはできます。そのためこれからする話は推測となります。まず NATO の東方向への拡大をやめさせる、というのが最大の目的だと思われます。NATO って何?という人は、ウクライナ情勢をわかりやすく解説、という過去動画で解説しているのでそちらを見てください。緩衝地帯であるウクライナが NATO に加入するのは、ロシアとしては何としても避けたいのでしょう。別にウクライナが NATO に入ってもいいんじゃない?ロシアは気にしすぎでは?と思う人もいるかもしれません。ロシアはこれまでの歴史の中で、強大な大国から何度も攻撃を受けてきたため、それがトラウマになっていて、緩衝地帯がなくなることを恐れている節があります。ウクライナが NATO に加入すると、ロシアを守るバリアがなくなるようなものですし、敵勢力がロシアの首都モスクワの割と近くまで、接近することになります。他にも、ロシア人特有の歴史認識も影響しているはずです。一部のロシア人にとってウクライナという土地は、民族のルーツがある聖地であり、特別な場所という意識があります。その感覚は日本人にとっての、京都や奈良みたいなものです。プーチン大統領やその側近の中には、そうした強い歴史認識があるのかもしれません。そんなに大事な聖地なら、ロシアとウクライナが仲良くすれば、それで解決するのではないか、と思うかもしれません。しかしそう単純な話でもないのです。両国の間には因縁があります。1930年代頃からウクライナで、ホロドモールという、人工的な大飢饉が発生しました。これは旧ソ連によって引き起こされた、明確なジェノサイドであり、ウクライナ人の死者は数百万人以上にも上ります。なぜこんなことが起きたかというと、ウクライナの農作物が旧ソ連に強制的に奪われ、外貨獲得の手段として輸出に回され続けた結果、ウクライナ国内の食料不足が深刻化したためです。そんなウクライナが独立したのは1991年、ソ連が崩壊した年と同じです。たった30年くらい前の話なので、ロシアの支配を喜んで受け入れるのは、ウクライナ人からすれば難しいのではないでしょうか。ウクライナには親ロシア派もいる一方で、ロシアのことを心から信用することはできない、と思っている市民も多いはずです。一方で、ロシア人が全員この戦争を支持している、というわけではありません。現在ロシア各地で反戦デモが起こっており、44都市で1700人以上が拘束されるなど、ロシア人全員が戦争を支持しているというわけではないです。プーチン大統領が侵攻を、検討する理由、を考えてみるといくつも見つかります。ただ、だからといって実際に侵攻に踏み切って、ロシア側にメリットしかない落としどころが、果たして見つかるのでしょうか。この辺はちょっと専門家であっても、予想するのが難しいんじゃないですかね。私はプーチン大統領が深いところで、何を考えているのかがわからなくて、いささか不気味です。プーチン大統領の根底にある感情は、恐怖だと思います。大統領も人間である以上は絶対に感情を持っています。戦争が起こる原因の根底にあるのは、遠くの国の人たちが何を考えてるかわからなくて怖い、という恐怖という感情も一つの要因です。今回の件で言うと、NATO 勢力の東への拡大が怖い、という感情が、プーチン大統領の根底にあります。皆様はプーチン大統領が何を考えていると思いますか?よければコメントで聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。先日からニューヨークで、司法試験が行われています。私レイヤーは、
小室圭様の司法試験合格を全力でお祈りしています。お願いします小室圭様、合格してください。何でもしますから。正直もう小室圭様のニュースを視界に入れたくないんですよ。小室圭様ご夫婦のために税金が投入されていると思うと嫌な気持ちになってくるんですよ。そのことを思い出させないでください。しかし小室圭様がニューヨーク司法試験に合格しさえすれば報道される機会も少しは減るはずです。お願いします小室圭様、どうか司法試験に合格して奥様と幸せな人生を歩んでいってください。私はそれを切に願っています。もしまた不合格だったら一体どうなるんでしょうね。いや不合格だった時のことはあまり考えないようにしましょう。さすがに2回連続で不合格になることはないでしょう。そんなことありえませんよね。まさか小室圭様が2回連続で不合格になるなんて絶対にないと私は信じています。小室圭様、お前本当に頼むぞ。なんとか死に物狂いで合格をつかみ取って末永く幸せな人生をお過ごしください。合格報告お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ロイターから引用させていただきます。中国外務省報道官は24日の定例会見でウクライナ情勢に関わる各国に自制を求めた上でロシア軍の行動について海外メディアが表現するようなウクライナへの侵攻ではないとの認識を示した。これが侵攻じゃないなら一体何が侵攻なんですかね。あれおかしいな。私の記憶が正しければ確かプーチン大統領が軍事侵攻を表明していたはずですが違いましたかね。この理屈なら中国は同じことされても侵攻じゃないのでオッケーってことなんですかね。どう見てもこの時代に侵略戦争をするやべえ国なんですけど中国はそんなやべえ国の肩を持つ気なんですかね。いやあちょっと侵攻の概念を改めて見直す必要がありますね。これは中国が今後どういう立場を取るのかについても注目したいですね。やはり真っ先に頭に浮かぶのは台湾問題です。侵略じゃないので政府とかいう暴論で台湾を取りに来たりしないといいのですが、あの侵攻には正当性があるとか擁護すると思ったらまさかの侵攻ではないときました。侵攻の概念壊れちゃう。最後までご視聴ありがとうございました。現在世間ではロシアのウクライナ侵攻の話題で持ちきりとなっております。しかしそんな中ひっそりとひろゆき様がレスバトルで完全敗北を喫していました。こちらをご覧ください。ひろゆき、1994年アメリカロシアイギリスがウクライナの安全を保障したのでウクライナは核を放棄。ロシアの侵攻に対してイギリス、アメリカがウクライナのために何をしてるかを見ると日本に核はいらないの説得力のなさがわかりやすい。世界最貧国の一つ北朝鮮は核があったので攻撃されなかった。これに対して軍事関係に詳しい JSF 様が反論しています。まず前提が間違い、ウクライナに残っていた ICBM 用の MIRV など独力での維持などできるはずもなかった。ウクライナの核放棄は既定路線でもし拒んでいたら国家体制は崩壊していた。ウクライナは核保有国ではない、ただソ連の核が残機されていたに過ぎない。北朝鮮が10年で開発できたものがウクライナができないと決めつける根拠があれば教えてください。まず10年というのが間違い、お話にならない。もうこの流れ何回見たかわかりません。さらにこれだけではなくひろゆき様は桃田直樹様に絡んでひっそりと自爆しています。桃田直樹、トランプがアメリカ大統領の座を降りてからロシアと中国は好き勝手に振る舞い出した。北朝鮮も再びミサイルを撃ち出した。アフガニスタンも無茶苦茶になった。トランプ敗北との因果関係はない？私にはそうは思えない。ひろゆき、ロシアがクリミアを併合してトランプ大統領が放棄してた事実を知らないんですか？ちなみにクリミア併合は2014年です。オバマ政権は2009年から2017年までなのでオバマ政権時の出来事です。まあこれに関してはね、私は間違い自体を責める気はないんですよ。こういう出来事が何年に起きたかなんていちいち覚えてませんからね。ちょっと間違うことなんて誰でもあり得ることです。だからそこは別にいいと思うんですよ。しかしひろゆき様はトランプ大統領が放棄していた事実を知らないんですか？とめちゃめちゃ煽っています。これだけ煽っといてそれが間違いでしたとなればもう本当に恥ずかしいです。っていうか冷静に議論すればいいじゃないですか。それで間違ってました、ごめんなさいって言えばみんな許してくれますよ。なんでこんな煽るんでしょうかね。ひろゆき様は彼は生まれつき闘争本能が強いのでしょうか。生物が持つ闘争本能を抑えることができずレスバトルという手段で発散しているのかもしれません。ひろゆき様の言動を見ていると議論をしていろいろな意見を取り入れたいというよりは相手を煽ってレスバトルをしてマウントを取りに行くことが多いように見えます。 JSF 様との件にしたって JSF 様が軍事関係に詳しいのは明らかです。軍事関係の知識でマウントを取ってレスバトルを挑んでも全く勝ち目がないことは誰の目にも明らかです。普通の人は多分しません。私もしませんよ。でもひろゆき様はなぜか言っちゃうんですよね。
デスバしちゃうんですよね。ひろゆき様を救いたいと思いつつも、毎回自爆するのを眺めていることしかできない。そんな自分が無力でなりません。ただひろゆき様はレスバトルで完敗しても、基本的には決して負けを認めませんし、そのことを積極的に発信もしません。そしてまた同じようなことを繰り返すのです。彼の目的は一体何なのでしょうか。もしかしたらレスバトルすること自体が目的なのでは、そう思えてきます。誰かひろゆきガチ勢の視聴者兄貴がいましたら、ぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。投稿者でない人には馴染みのない話ですが、YouTube では動画を投稿する際に、AI による審査が行われます。その AI 審査に合格すると広告がつきます。しかし AI 審査に不合格だった動画は、その後で人間による審査を受ける必要があります。で、最近この AI による収益化審査が、本当にガバガバすぎてめちゃくちゃです。こちらをご覧ください。こちらは本日投稿する予定だった動画です。最初は一番下の動画も AI 審査に落ちていたので、5本中、4本が AI 審査に引っかかっています。しかし内容的には何ら問題なく、動画内で過激な発言や不適切な表現は、一切ありません。その証拠に、AI 審査で引っかかった動画のうち、97% くらいは、その後人間による審査に合格しています。この謎の現象、投稿ジャンルによっては、他の投稿者にも起きているようです。なんでこんなことが起きるかというと、タイトルや概要欄、動画内容から、不適切な単語を AI が検出して、その単語が入っているだけで、前後の内容等は関係なく、とりあえず収益化が制限されるという仕組みです。コンプライアンスを厳しくするのはいいんですけど、その割には問題のある動画が野放しです。単語で検出するクソ適当な検閲はやめてもらえませんかね。過去の経験から、これらの動画は全て人間による審査に受かります。遅くとも明日までには投稿できるかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。VTuber、ウルハルシア様の炎上の流れを、簡単に説明します。まずこの騒動には2人の登場人物がいます。まずは VTuber のウルハルシア様、彼女は登録者160万人の大人気 V です。そしてもう一人が、マフマフ様、彼は現在登録者340万人の、超大物の歌い手、男性です。で、この二人が付き合っているのではないか、という説がネット上で浮上しました。なぜかというと、ルシア様の配信中に、ディスコードの通知が画面に映り込んでしまったからです。男性歌い手のマフマフ様が、女性 V のルシア様に送ったディスコードの文章が、なんと生放送で流れてしまったのです。その文章がこちら、たった今生放送終わって、帰る準備してるよ、みーちゃん。このメッセージが生放送で映り込んでしまったので、大炎上しました。マフマフ様もルシア様も、二人とも大物ということもあり、炎上の勢いが凄まじかったです。両者のファンのガチ恋勢が、かなりショックを受けたことでしょう。文面から同棲している可能性もありましたから。しかしマフマフ様はこれに関して、ゲームをしようという連絡だった。同棲などの事実はない、と否定しています。ルシアがわざと流出させたのでは？ルシアが一方的に好意を抱いているのでは？などネット上で様々な憶測が広がっています。ただ真偽不明の情報が結構多くて、どれが本当なのかよくわからないという状況です。実際に二人が付き合っているのかどうかも、本人たちにしか知り得ないことです。マフマフ様がツイキャスで釈明した際、交際についてのコメントが大量に殺到しました。しかし彼はスルーで通しました。否定しないということは交際しているのでは？という意見もありますが、外からではわからないので結局憶測に過ぎません。そして事態は最悪の結果になってしまいました。2月24日、カバー株式会社が、ルシア様を契約解除する旨を発表しました。契約解除の理由は、誤った情報の流布、機密情報の漏洩などの契約違反行為、関係各所への虚偽申告などの信用失墜行為、などがあったためやむなく判断したということです。交際があったから契約解除された、というわけではありません。私は VTuber ファンではありませんが、それでもこういう結果になってしまったのは悲しいことです。ルシア様が活動を継続できる道があったのではないか、と考えずにはいられません。確かに今回の件ではルシア様にも落ち度があります。誰と付き合うかは自由ですが、お金をもらっているプロならきっちり隠すべきでした。また、炎上後の対応も決してスマートなものではなく、さらに火に油を注ぐような行動が目立ちました。ですから彼女を擁護することはできません。今回の件で思ったのは、やらかしたり炎上したりした時は、変に隠そうとせずに、全部正直に話して素直に謝るのが一番いいのではないか、ということです。ルシア様も最初にそうしていれば、ついてきてくれるファンもいたはずです。ルシア様のファンの方が、彼女のグッズ数十点を写真に撮って SNS に投稿し、好きだったから捨てずに置いておく、とツイートしていました。様々な種類のグッズが作られるほどに、人気だったルシアというキャラクターの存在が、今回の件で消えてしまうのは悲しいことです。で、ルシア様の中身の人物が、YouTube チャンネルを作ったところ、早くも現在チャンネル登録者39万人となっています。これって本当にありがたいことですよ。今の YouTube で真面目に一生懸命配信しても、同時接続一桁とか普通ですからね。かなりの覚悟が必要になるとは思いますが、これだけ多くの人が見てくれているのですから、十分に再
回帰のチャンスはあるはずです。最後までご視聴ありがとうございました。フェミニストの上野千鶴子様が、新聞のコラムにて、不倫している女性を擁護していました。まずはこちらをご覧ください。内容を簡潔に要約した文章となります。母が不倫している疑惑があるので相談したいです。夫婦のすれ違いが起こるようになり、最近母が頻繁に外出しています。月1ペースで同窓会に出ていて、以前はそんなことがなかったので不自然でした。母が同窓会で外出中に、スマホで位置情報を調べてみると、そこはラマルホテルでした。父は何も気づいていません。母を見るたびに裏切られたようで悲しいです。母との思い出も全て汚れてしまいそうで、そう考える自分が嫌になりそうです。これから母とどう接していけばいいか、ご意見よろしくお願いします。この相談に対して、上野千鶴子様はこう返答しています。毎月ますますも燃え上がるでしょうね笑い。不倫に気づいていないということは、父にとって母はどうでもいい人なのでしょう。むしろ母を祝福してあげる気持ちになれないの？家族が解体すればもっと被害を受けるから、そんな気持ちにはなれないよね。息子は母が女になることを認めたくない。社会人になったら母の不倫を知っても、母を責められるのか？母が隠しているのは家庭を壊したくないから、そのうち離婚を切り出すかも。母に一生、女であることを封印せよ、という権利はたとえ息子であってもありません。母の人生はこれからなので、むしろ母に幸せになってほしいと思いませんか？不倫した方が母の人生が豊かになる、そう思うには10年くらいかかるでしょうね。あなたはまだ恋をしたこともないだろうし、母の秘密を守ってあげてください。今問い詰めたら家庭を壊すことになります。後になって僕は知ってたよ、と共犯者になる楽しみもあります。おい、気は確かか？ブーメラン発言。不倫すると数百万円の慰謝料を請求されます。社会的なマイナスの影響があまりにも大きいです。リスクとリターンが全く見合っていません。不倫するのは絶対にやめましょう。遊びたいなら結婚はしないでおきましょう。まだね、秘密を守った方が家庭を守れる、という主張に関しては理解できるんですよ。実際そうだと思いますし、必ずしも不倫を暴露するのが正しいとも限りません。でもそれ以外の部分が、ああもうめちゃくちゃだよ。真面目な相談なのに、最初からクッソ性もないギャグ入れ出すし、不倫したのは母なのに、まるで父が悪いかのように言い出すし、この文章の根底に見えるのは、男性が悪で女性が善という、狂った価値観です。さらには、母に幸せになってほしいとは思いませんか？とか言い始めます。あのさお前。真面目に働いてるのに、不倫された父親の気持ちを考えたことありますか？なんでこの BBA は母親の話ばっかりで、父親のことを人間扱いしてないんですかね。高校生の相談者が恋愛をしたことない、と BBA は決めつけていますが、いや今の時代そんなことないと思うんですけど、この BBA が高校生の時に恋愛を経験してないだけでしょ。自分の価値観だけで語るのやめてもらっていいですか？特に意味がわからないのが最後の一文、後になって僕は知ってたよ、と共犯者になる楽しみもあります。相談者は真剣に悩んでることが、面から見てもわかります。よくこんなふざけた文章が書けましたね。全部読みましたが、長い割に全く中身のない文章でした。家庭を壊したくないなら黙っていよう。この一行で要約できる内容です。相談に答える際に、こういう風に自分のジェンダー思想を色濃く出すと、ものすごく痛いんだなということを学ばせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。毎日新聞から引用させていただきます。月属校を持つ55の国立大学法人のうち4割に当たる24法人が2004年度以降、労働時間に応じた残業代を付属校の教員に支給していなかったとして、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けていたことが22日、文部科学省の調査で判明した。未払いの残業代があった教員は2952人に上り、各法人は最大で過去2年分まで遡って、計15億5578万円を支払ったという。国立大が独立行政法人化された4年度以降、付属校の教員について労働時間に応じた残業代支給が義務付けられた。しかし三重大が21年11月、図労基署から是正勧告を受けたことが発覚。文科省は三重大を含め、付属の幼稚園や小中学校、高校、特別支援学校などを持つ55法人に同様の事例がなかったか報告を求めた。この結果、三重大以外に中約、23法人が是正勧告や指導を受けていたことが判明した。また、岩手大、秋田大、富山大、金沢大、愛媛大、の5法人は未払いを指摘されたことはないものの、労働時間に応じた残業代を支払わない賃金体系となっていた。この結果を受け文科省は22日、労働関係の法令に沿った労務管理に取り組むよう55法人に要請した。このニュースに対して、残業代の請求には事項があるので、実際はもっと大量のサービス残業があったのでは、という意見がありました。一方で大学の経営状況が厳しく、予算が足りない法人も多いので根本的な改善が必要、という指摘もあります。一部の大学では、立場が弱い教授に雑務が割り振られたり、という状況もあるみたいですね。法人の経営が厳しいからといって、そのしわ寄せが現場の人間に来るような状況だけは、なんとか避けていただきたいものです。この件に対して、専門家が次のようにコメントしています。未だに多い誤解だが、公立学校と異なり、私立学校、国立学校は労働基準法37条が適用される。
つまり一般企業と同様に残業代を払わなければならないのだ。国立大学の付属校には、労働基準監督署がキャンペーン的に調査をしているようだが、一方で改善されていないままの私立学校は山のようにある。私立学校の教員の労働相談を受け付けている私学教員ユニオンによれば、この数ヶ月だけでも、タイムカードを提示できるよう命じる。基本給の4のみを残業代代わりに教職調整額として払う。変形労働時間制度のずさんな適用などの手口によって、労基署の摘発を逃れている私立学校の非正規教員から、労働相談が相次いでいるという。特に年度末の雇い止め置きに、我慢できずに声を上げる非正規教員が増えているそうだ。労基署の調査を待つだけでなく、権利行使することが重要だ。そのことが労基法37条の適用されない公立学校の改善にもつながるはずだ。これはあくまで私が学生だった頃の話になりますが、思い出してみると学校で働く教員って、全体的に結構ブラックだったと思います。授業が終わったらそれで終わり。っていうわけでもないですからね。授業で教える内容の予習をする必要もありますし、テストの採点や会議などいろいろやることがあって、本当に大変な仕事だと思います。多忙なのにクソ生意気が生徒が反抗してきたり、モンスターペアレントが学校に突撃してきたりしたら、もうやめたくなりますよ。当たり前だよな。これを見ている学生兄貴は、できれば教員には優しくしてあげてください。確かに私学とか、学校によっては未だにゴリゴリのブラックでしょうね。特に古臭い体育会系の学校とか、ガチでヤバいですよ。いろいろしたい話はあるんですが、あんまり言うと母校が特定されそうなので、今回は自重しておきます。ともかくブラック体質の学校は、教員の待遇をさっさと改善していただきたいです。今のままだといずれ問題になるはずです。最後までご視聴ありがとうございました。少し前に話題になった、熊本県のアサリの産地偽装の問題点を、簡単に説明します。まず、畜養という概念があります。畜養とは、捕獲、購入した魚や貝などを、販売目的でイケスなどで育てることです。熊本県でもアサリの養畜を行っていました。ここで産地表示が、あまりにもガバガバすぎる話をします。一般的に国産アサリと聞くと、日本で獲れたというイメージがあります。しかし実際はそうとは限りません。食品表示法によると、例えば中国産のアサリであっても、場合によっては国産という表記に変更できます。もちろん合法的にです。例えば中国産のアサリが、中国で1年間育てられた後、日本に運ばれてもう2年間育てられたとします。この場合は日本での生育期間の方が長いので、国産と表記することができるのです。極端な話、生育期間が1日でも長ければ、その場所を産地として表記できるのです。ガバガバじゃねえか。嘘だろお前。中国産のアサリであっても、日本に運んで育てれば国産になるのです。国産の概念壊れちゃう。これを知っている人が一体どれだけいるのでしょうか。半分詐欺みたいなものですが大丈夫なんですかね。まあ法律でそう決まっているなら大丈夫なんでしょう。適当。そしておかしなことに、自称熊本県産のアサリの年間販売量は、推定2400トンです。一方で熊本県の天然アサリの年間漁獲量は、20トン程度です。あれ？なんで熊本県産のアサリは、20トンしか取れてないのに、実際は2400トンも流通してるんですかね。もろもろチンチン、産地偽装をしていたからです。もう一度振り返ると、中国のアサリを日本に持ってきて、長い生育期間を経ることで国産表記ができます。これは合法的に行われていることであり、これなら問題はありませんでした。しかし実際にやっているのは、もっとガバガバなことだったのです。何をやっていたかというと、中国などから輸入した成貝のアサリを、1、2週間程度日本で仮置して、それをそのまま出荷するということをやっていました。つまりただの中国産のアサリを、熊本県産と偽装して販売していたわけですね。これが露見して大問題となってしまいました。産地の概念が壊れちゃう問題なので、早く安心してアサリを購入できるようになるといいですね。この件について個人的に思ったんですが、そもそもの話、食品表示法自体がガバガバすぎませんか？中国産アサリを、1、2年日本で育てただけで、熊本県産と表記できることにちょっと納得できません。マグマグニュースから引用させていただきます。スーパーなどでも熊本県産と表示されたアサリを見かけることがあると思いますが、ほぼ 100% それは産地偽装の中国産か中国経由の北朝鮮産ですから、絶対に買わないでください。今回お送りしたアサリを食べればわかると思いますが、本物の熊本県産はとても美味しいです。しかし本物はとても漁獲量が少ないので、ほとんどは浜売りといって地元で消費されているのです。私はアサリを買うなとまでは思いません。しかし現在の食品表示法は、随分企業側に有利ではないでしょうか。本当に質の高い商品が見分けられるような、産地の表示方法があればいいのですが、中国で3年かけて育てられたアサリと、中国で1年、日本で2年育てられたアサリって、法律上は表記が中国産と国産で違うんですけど、そこまで大きな違いはあるのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。先日、アノニマスが、ロシアへの攻撃を宣言しました。アノニマスとは、ネット上でサイバー攻撃などを行う、謎の集団です。
その実態は未だによくわかっていません。何人くらいいるのか、どういう思想なのか、すべてが謎に包まれています。もともとアノニマスという単語には、匿名の、作者不明の、読み人知らずの、特徴のない、といった意味があります。その名の通り、彼らはネット上で匿名で活動し、企業サイトへのDDoS攻撃を行ったり、情報をリークしたりします。過去に日本のサイトも攻撃を受けたことがあり、成田空港や厚生労働省のホームページが、DDoS 攻撃を受けて、観覧しづらい状態になったことがありました。海外の匿名掲示板では名前を入力していないと、名前欄にアノニマスと自動で入力されます。これがアノニマスという名称の元ネタではないか、とする説もあります。一般的にアノニマスと聞くと、なんか悪いことばっかりしてそうなイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。中にはホワイトハッカーに転身したり、平和的なデモを行ったりする、健全なアノニマスのメンバーも存在します。彼らのネット上での主な攻撃手段は、DDoS 攻撃、情報リーク、サイバー攻撃などです。DDoS 攻撃とは、複数のパソコンから、特定の HP に短時間で連続的にアクセスし、サーバーに負荷をかけることです。DDoS 攻撃を受けている最中は、HP に繋がりづらくなったり、あるいは完全に観覧できなくなったりします。2012年、財務省や自民党、ジャスラックなどの HP が、アノニマスから DDoS 攻撃を受けました。この攻撃に関してアノニマスは、違法ダウンロード厳罰化に対する抗議である、と事前に表明しています。その他にも、北朝鮮や ISIL、旧アノンなどへ攻撃を仕掛けています。いつ誰がターゲットにされるのかわからないので、少し不気味ですね。企業はあらかじめサイバー攻撃を受けることを想定して、セキュリティを高めた方がいいかもしれません。ここまで言うと、なんかハッカー集団みたいな感じもしますが、実際はちょっと違うと思います。確かに技術力のあるハッカーが、アノニマスのメンバーの中にいることも事実です。しかしメンバーの大半はただの一般人だと思われます。アノニマスはもともと、ジョークとして始まったものであり、それが人々の間に広がっていき、いつしかネット全体に集合意識として広がっていったのです。アノニマスは誰でも入ることができます。正確に言うと、誰もがアノニマスを名乗ることができるのです。現在アノニマスのメンバーは推定で数千人程度とされています。そもそも組織と言っていいのかわかりません。組織というよりはネットミームと呼んだ方が正確かもしれませんね。最初は冗談で始まったアノニマスが様々な活動でその名前を聞くようになり、どんどん人々の意識の中に広がっていき、匿名の謎の集団という集合意識が形成されていきました。彼らを定義づけることは困難であり、インターネット上の集まりである以上、その思想も行動理念もバラバラで、決して一枚岩ではありません。アノニマスのメンバーのとある活動に対して参加するかどうかはメンバーが各自判断します。最後にアノニマスの用語を紹介します。我々はアノニマス、我々はレギオン、許さない、忘れない、待っていろ。誰でもメンバーになれるというのが面白いですね。画面の前のあなたもぜひメンバーになってみてはいかがでしょうか。犯罪行為は推奨できませんが、善良なアノニマスのメンバーになるのは自由です。最後までご視聴ありがとうございました。中井戸信者、お前らだけは絶対に許さないというのは9割冗談です。しかしながら中井戸信者の一部が中井戸様をバーサーカーにさせた可能性も決して否定はできません。まあもちろんバーサーカーになる方も悪いので擁護するつもりは一切ありません。中井戸様は激辛レビューではないゲームを称賛する動画をちょくちょく出していました。しかしそういう動画にはこんな感じのコメントが確認できました。もっと激辛レビューが見たい、辛口が見たい、もっと叩いてほしいといった傾向のコメントです。お前らふざけるんじゃねえぞ、おるるるるあー老変。なぜ放火魔を焚きつけるような真似をするのか、これがわからない。別にいいじゃないですか。面白いゲームを面白いと言って、一体何が悪いんですか？何が不満なんですか？私はこういうコメントを聞き入れる必要は、全くないと思っています。というのも、ゲームの評価を見るために動画を参考にしているのなら、こんなコメント絶対に書きませんよね。ああいうことを書き込む視聴者は、レビューを参考にするために動画を見ているのではなく、ただ単に激辛レビューや批判が見たくて、見ているそうです。まあそもそも、中井戸様のレビューを参考にしている人、ゼロ人説もありますが、ともかく、放火や激辛レビューを人に望むのは、あまりにも自分本位ですし、自分にとっての都合のいい中井戸像を、押し付けているだけに過ぎません。そういう人たちって自分が気持ちよくなりたいだけなんですよ。そういうのって本当のファンではないでしょ。だって投稿者のことを何も考えていないんですから。もちろんどういうコメントを書くかは、自己責任の上で自由です。ああいうコメントを書くなと言っているわけではないです。ただその上でやはり、投稿者はそのコメントを取捨選択する必要があります。視聴者の意見に耳を傾けることは大事ですが、来たコメントを全部聞き入れていればいい、というわけでもないんですよ。聞き入れるべきコメントを、取捨選択する能力が大事です。例えばプロ野球選手って、いろいろな人からいろいろなアドバイスを受けます。それを全部聞き入れて実行していたら、矛盾するアドバイスもあったりしてぐちゃぐちゃになります。元阪神の18番、杉山様がこんな感じのことを語っていました。独立リーグには、コーチの言うことを素直に聞きすぎる選手が多い。全部聞き入れていたら頭がぐちゃぐちゃになる。プロ野球選手でもそれで潰れてきた選手を、たくさん見てきた。
だからみんなに言われたことを自分で一回整理して、何を実行するのかを自分で考えないといけない。これ確かにそうだと思いますよ。プロ野球だと怖い OB が勝手に教え始めたりしますからね。年上だからそういう人を無限に扱えませんし、これは野球だけでなく、どんなことにも当てはまるはずです。誰かが口にした感想やアドバイスが、100% 正しいかなんてわかりません。だから最終的には結局自分でどうするか決めないといけません。しかし激辛レビューを望むコメントをした人たちが、そんなに悪いかっていうと、そこまでは思っていません。彼らは特に深く考えずに、思ったことを素直に書いただけなんですよ。コメント欄ってそういう思いを書く場所ですし、めちゃくちゃ悪いことをしたかっていうとそうでもないです。ただ中には投稿者を焚きつけようとしている、悪い奴もいるかもしれないので、そこは気をつけた方がいいですね。中井戸様が行き過ぎたのは、周りの視聴者が林立てて神格化したというのもあります。でもやっぱり一番悪いのは中井戸様です。自分でそういう道を選んだのですから。結論、中井戸様が一番悪い。最後までご視聴ありがとうございました。登録者180万人の大人気 VTuber、ペコラ様のファンが書いたとされる怪文書、ペコラ文学、一部では、日本文学の頂点とも評されるなど、謎の文才が感じられる怪文書が多数存在しています。今日はそんなペコラ文学の世界を、皆様にもご紹介したいと思います。予定されていたクリスマス配信がなかった、という前提情報があります。別にこっちはクリスマスイブに配信休むのがダメだなんて思ってない。クリスマスイブが特別な日だなんて思ってない。休むなら休むって言ってくれないのがダメなんだよ。期待させておいてそれを裏切るのがダメなんだよ。何日も前からクリスマスイブ予定あるか聞いてきたり、配信するから会いに来てって言って、特別感を演出してきたのはペコラの方。こっちはそれを信じて、クリスマスなんてどうでもいいのにわざわざチキンやケーキを準備した。クリスマスのためなんかじゃなくペコラのために準備したのに。悲しみと絶望、そしてペコラ様に対する愛情が伝わってくる名文です。では次は、さらにレベルの高いペコラ文学を見ていきましょう。おはよう、涙出てきた。知らないうちに寝落ちしてたっぽい。パソコンのデスクに並べてたケーキが床で潰れてた。チキンの袋から滲んだ油で、デスクがギトギトで冷えた油が白くなって固まってる。寝落ちした時に机に突っ伏してたから加工が引きつるのも多分鳥の油だ。ホロジュール見てもペコラの枠増えてない。俺が寝落ちしてからもゲリラはなかったみたいだね。これから床に落ちたショートケーキ片付けて捨てるよ。お腹空いたからチキンはチンして食べようかな。でもそんなみっともないことないよな。捨てるべきだろってよくわからない冷静な感情が交錯してる。さっさと片付けてシャワー浴びて、今からでも手に入るクリスマスケーキもっかい探そうぜって心の中の俺が言ってくる。ペコちゃんのイラスト描いてもらった特製ケーキは床で潰れてるけど、コンビニとかスーパーのケーキでもいいよね。今日と一緒にメリークリスマスってゲラゲラ笑いながらろうそく吹き消せればそれでいいよね。そんなさ、たったそれだけの望みだったんだよ。ペコちゃんと一緒に夜にメリークリスマスって一言言葉を掛け合いたかっただけなんだ。そんなことも僕の望みすぎだったのかな？身の丈に合わないことだったのかな？今日がクリスマスの話を配信でするたびに、そんな当たり前の夜が来ると思って、上司に意地でも休むって有給申請書出して反抗させてさ、周りの同僚にお前彼女なんていないだろ？って陰で笑われてるって自覚しながら、それでも胸張って休んで前もってケーキ頼んで、なんならツイッターに後で載せられるように、デスク周りにオーナメントつけたり卓上ツリーに、蝶のアクキーとか飾り付けてデスクトップの壁紙も蝶にしてた。あとは長野人参が鳴ってペコラップが流れて、コンペコはあんたたちクリスマスに、なーにしけた面してんだよ。ファファでも、ペコラのためにクリスマス開けてくれて嬉しいペコよ。ファファファ。そうやって少し嫌そうな素振り見せながら、でも笑って不安な気持ち吹き飛ばして僕に笑顔をくれる。そんなペコラとクリスマスイブをたった1時間でも過ごしたかった。ただ、それだけなのにさ。ダメだ、グダグダ書いてても未練しか出てこねえ。涙なんか乾きもしねえ。床掃除して風呂入ってくる。長文ごめんな。いや、長すぎ。文豪かな？クリスマス配信がないだけで、ここまで長文を書いてくれるファンがいるのは、本当にありがたいことですね。ここまで行くと人生楽しそうですね。たった一度限りの人生、どうせなら精一杯楽しんでいこう。そう思わせてくれる名文です。続いては短いペコラ文学をご紹介します。チキンサメちゃ。さあ、シンプルながらも、悲壮感に満ち溢れた名文です。これが夜中の1時に書かれた文章であることを考えると、こっちまで悲しくなってしまいます。来年はクリスマス配信、あるといいですね。最後までご視聴ありがとうございました。おい、レイヤー、お前恥ずかしくないのかよ、煽り。なんのこったよ、すっとぼけ、これを見てみろよ。友達にするならどっち？赤木レイヤー、38%、小林リオ、62%、結果は私の圧勝だったな。嘘でしょ、なんでそうなるんですか？当たり前だよな。レイヤー、これが民意ってやつだぞ。視聴者は私と友達になりたい、という意見の方が大多数みたいだな。おかしい、こんなことは許されない。おかしい、絶対おかしい。これ不正投票でしょ。小林が一人で自分に投票しまくったんでしょ。お前最低だな小林。いい加減にせえよお前は、誰がそんな手間のかかることをするか。不正じゃねえ、これが結果だ。受け入れろレイヤー。やだ、小生やだ。圧勝して小林にマウント取るつもりだったのに、逆にマウント取られる側になっちまったな。レイヤー、お前もうこのチャンネル降りろ。今日からこのチャンネルの表示名は、小林リオ、イクイクフン動画、に変更させてもらうからな。いや、そんなん許せへんし、イクイクフンって長すぎるだろ。一本作るのに2ヶ月くらいかかりそう。なんで、視聴者兄貴。
私と友達になりたくないんですか？私は視聴者兄貴と友達になりたいと思っていますよ。本当？狂気。まあお前みたいなサイコパスと友達になりたい奴はそうそういないってこったな。いや、その言葉は聞き捨てならんぞ小林。私と友達になりたい、と答えた視聴者兄貴が、なんと 38% もいるんですよ。四捨五入すると大体 50% ですよ。いや四捨五入しても 40% だから、お前の頭どうなってるんだよ。じゃあ私の 62% は、四捨五入すると一体いくつになるんだ？小林の 62% は四捨五入すると、40% になります。勝手なことばっか言ってんじゃねえぞ。おるるるわー。むしろ、サイコパスと友達になりたい人が、38% もいることに驚きですよ。確かにまあ思ってたよりは得票率が高いな。小林はオタクにも優しいギャル、というコメントがありましたが、実際どうなんですか？あ、ごめん。私がチレズだからさ。ああ、そういえばそうでしたね。おい小林、違うでしょ。そこは嘘でもいいから、私はオタクにも優しいです。って言っておくところなんですよ。あ、そうか。おい視聴者、安心してくれ。私はオタクにも優しいからな。お前この流れで、よく平気でそれが言えるな。逆に好感度下がっても知りませんよ。まあ何言ってもレイヤーより下がることはないと思う。多分。何も言い返せんかったわ。ついでにもう一個アンケートを見ておくか。これを見てみろよ。レイヤーと陰夢、どっちが好き？レイヤー、29%、陰夢、42%、以下省略。なんだこれは、たまげたな。レイヤー、やはり陰夢には勝てなかったようだな。微妙に前線してて草。また四捨五入したら勝ち、とか言うなよ。まあこれも四捨五入したら私の勝ちですから。人の話聞いてた？闇なめき方式でも陰夢には勝てませんか？ついでにこちらのアンケートも見てみましょう。この中で誰が一番好き？宮迫、ユタボン、朝倉未来、柴田、手越。この世の終わりみたいな選択肢やめろ。手越様が大人気で笑いました。なんだかんだでアイドルですからね。イッテ Q で内村様と宮川大輔様が、手越様にガチギレしてたのは、あれ台本なんですかね。いろいろ面倒だから台本ってことにしておこう。いつもアンケートへのご協力ありがとうございます。楽しく見させていただいております。最後までご視聴ありがとうございました。なんと Y1 が、例の件の影響で、かなり株価に影響が出ています。ヨーロッパの主な株式市場では株価が軒並み大幅な下落になりました。一方ロシアでは株価や通貨ルーブルが急落し、金融市場の混乱が深まりました。24日のヨーロッパの株式市場では、取引開始直後にドイツのフランクフルト市場で一時、4% 下落するなど全面安の展開になりました。主要な株価指数の終値は、前日と比べてフランクフルト市場で 3.9% 下落したほか、ロンドン市場とパリ市場でいずれも 3.8% と、大幅な下落になりました。市場関係者は、エネルギーをロシアに依存する割合が高いヨーロッパでは中約、今後想定される欧米からの制裁の強化によって、経済面の影響が広がりやすいと受け止められており、市場の警戒感が強まったと話しています。一方ロシアの株式市場では、代表的な株価指数が一時およそ 50% もの急落となり、終値でも 40% 近い値下がりでした。それではロシアの RTS を見てみましょう。こちらは RTS の日足です。やっぱりかなり影響が出ているようですね。一旦ものすごい爆発的に下げてから、その後また跳ねています。RTS とは、ロシアの代表的な株価指数です。時価総額の大きな50銘柄で構成され、時価総額加重平均を元にした指数です。一時 50% の急落って、凄まじいですね。続いて為替を見てみましょう。こちらはドル円です。例の件を受けて、真ん中あたりで一回下がっています。しかしその後また上がっていますね。クロス円が全体的に上がっています。アメリカが参加しない雰囲気であることが判明したからですかね。もう円安が止まりませんね。1ドル103円くらいだった頃が懐かしいです。こちらは原油先物です。先物はヤプなのでよくわかりません。じゃあなんで貼ったんだという感じですが、一応原油だけでも貼っておこうと思って、特に深い意味はないです。こちらは NY ダウです。一回下げてまた戻しててくさ。まあアメリカが参加しないのは、投資家の皆様はうすうすわかっていたでしょう。続いて日経平均です。日経平均も一回落ちて戻してますね。例の件の影響はまだ限定的な方でしょうか。日経平均とは、日本経済新聞が選んだ225種類の株価の平均値です。日本の代表的な株の平均価格、と考えていいのではないでしょうか。ただ日経平均が日本国内の景気と連動してるかというと、ぴったり連動しているというわけでもないです。ブルームバーグから引用させていただきます。ロシア株は急反発。過去最悪の下落の翌日、ルーブルも回復。ロシアの株式相場は25日。一時22高と急反発して始まった。前日は過去最悪の下落を記録していた。通貨ルーブルも反発している。株式指標の MOEX 指数は、モスクワ時間25日午前10時6分、日本時間午後4時6分現在、21% 高。ドル建ての RTS 指数は25上昇。ルクオイルやガスプロム、ズベルバンクなどが相場を牽引している。例の件の影響が、限定的だと思った人が多かったのでしょうか。私は普段あまり細かい値動きは、気にしないタイプのトレーダーなのですが、さすがにこれだけ大きいことがあると、値動きが気になってしまいます。私としてはそろそろ
そろ円高方向に進んで、一旦ドル円の買い場が来てほしいのですが、当分先になりそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。皆様、サバゲー女子の炎上騒動をご存知でしょうか？簡単に経緯を振り返ると、まずサバゲー YouTuber のサバ岡様が、ロシアブスウクライナ、とかいう品性を疑うサムネの動画を投稿し、それが大炎上して問題になったという話です。もうね、これ不謹慎とかそういうレベルじゃないでしょ。倫理観が完全にバグってるとしか思えません。ちょっと正気ではないですよね。怒るとかじゃなくて、もうドン引きですよ。で、当然これに対して、サバゲーショップ等が彼女を出禁にしました。ウィリーピート東京、今の情勢の中、サバイバルゲームとは関係なく、モラルのない投稿をするのはいかがなものかと思います。さらに当店の製品を利用して炎上商法で動画を投稿し、製品の信頼と品質の低下をさせる可能性を危惧し、上層部との協議の結果、誠に勝手ながらこの方の当店の出入りを禁止いたします。筑波サバゲーランド、この方のコンテンツはサバイバルゲームの健全な発展を阻害するものであり、現在進行形で侵略を受けている当地の人々に対する無配慮さは目に余るものがあります。よって、この方の当フィールドの利用は勝手ながら禁止とさせていただきます。まあ妥当すぎる判断ですね。もし客として来られたら最悪ですから。で、サバ岡様はそんなに有名な方ではありませんが、あまりにも常軌を逸した動画内容であったため、この件が拡散されてまとめブログなどでも取り上げられます。そして大炎上して、サバ岡様は謝罪しました。見ている方々を不愉快な気持ちにさせてしまい、そして関係者の方々に迷惑をかけてしまったことを申し訳なく思います。そして一番はやっぱりウクライナ、ロシアにご友人がいらっしゃる方、家族がいらっしゃる方、そして今ウクライナ、ロシアにいらっしゃる当事者の方々にとても不謹慎な内容だったなと私も思います。問題だと思わなかった自分の未熟さが最大の問題だった。これを機に動画投稿者としてだけでなく、人生について気をつけて、相手の気持ちを考えて生きていける人間になりたい。はい、ということで本人が謝罪して一段落ついたのですが、この件でちょっと言いたいことがあります。不謹慎すぎるというのは他所で散々言われているので、私は他の点について指摘させていただきます。サバ岡様は、謝罪動画を投稿するまでの間、例の動画を削除せずに公開し続けていました。その理由を、ゲスト隠蔽しているみたいだから、と説明していますが、これっておかしいですよ。本当にこの動画はまずい、と思っているのなら、すぐに消すはずです。すぐに消さなかった理由は、炎上で再生数が回っているから、広告収益を稼ぎたかったのだと思われます。かといって削除しないと怒られますから、謝罪動画を投稿するタイミングで消しとけば、文句言われへんやろ、という魂胆が見えます。あと謝罪動画がキューブもあります。長すぎるでしょ、中井戸様かよ。事細かに経緯を説明するとかならわかりますが、普通は謝罪するのに9分もかからないです。そして、サバ岡様は動画内で、自分の間違いに気づかせてくれてありがとう、と言ってますが、これもおかしいです。まず普通の神経してたらあんな動画を投稿しないですよ。ダメなのをわかっていた上で、あえて炎上商法でやったとしか思えないです。そういう意味ではサバ岡様の炎上は、他の炎上とは性質が全く違います。炎上商法をするのは勝手ですけど、あんなひどい動画を投稿しておいて、それでいざ予想外に大炎上したら、急にいい人ぶるのはさすがに都合が良すぎます。とはいえ謝罪ができる人であったことが、まだ救いかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。宮迫様の焼肉屋、竜宮城が明日3月1日、いよいよオープンします。竜宮城は果たして成功するのでしょうか？失敗するのでしょうか？ちなみに当チャンネルのアンケートでは、こういう結果になっています。竜宮城成功すると思う？成功する、11%。失敗する、89%。失敗予想が多すぎて草。知名度はあるからとりあえず、1、2年は持ちそうな感じもしますが、実際どうなるかはオープンしてみないとわからないですね。前にも言ったように、通常の店なら宣伝費にお金をかけるところを、宮迫様は自分のチャンネルや仲間の YouTuber を使って、ガンガン宣伝できるのがかなり大きいです。なので1、2年くらいはおそらく、潰れることはないんじゃないでしょうか。竜宮城は高級路線で行くみたいですね。公式サイトによると、ハラミ3500円、ビビンバ2180円、スープ980円、ご飯1合780円、と割と高級路線です。これで大丈夫なのかと思ったら、3月末まですでに予約で埋まっているそうです。滑り出しは上々ですね。宮迫様は知名度がありますから、低価格路線よりも客単価の高い高級路線を取った方が、合理的だと思います。ただこの値段だと、値段相応の質が伴っていないと、リピーターにはならないので難しいですね。竜宮城のオープンを告知する動画は、現在132万再生を記録しています。めっちゃ伸びてて草、皆様やっぱ好きなんすね。これだけ伸びてるなら店の方も繁盛するのでは、と期待してしまいます。ずっと勢いが続くかはもちろんわかりませんけれども、宮迫様のチャンネルのサムネをざっと見てみると、竜宮城に関係する動画だけ、やたら再生数が多いことがわかります。あれなんでなんでしょうね。皆様、宮迫様本人よりも、竜宮城の方に興味があるのでしょうか？竜宮城の動画があそこまで伸びるなら、
もう一生オープンを延期し続けて、竜宮城の動画を延々と作り続けた方が、儲かるのではないかとすら思えてきます。まあそれは冗談ですが、オープンしても竜宮城を動画のネタにはできますし、それは問題ないはずです。前に一度、ヒカル様が竜宮城で試食をして、ボロクソに批判してた時があったじゃないですか。あの時のリベンジで、またヒカル様が試食しに来るそうですね。それでもし大絶賛したら、めちゃめちゃ茶番じゃないですか。もしヒカル様がそこで称賛してしまったら、これ全部台本を作ってますよ。って自分で言っているのと同じです。ヒカル様は一体どうするのでしょうか。流れ的にどう考えても、普通はヒカル様が絶賛するところじゃないですか。なので多分そうするのではないかと思います。あの時はまずかったけど、改善して美味しくなってる、竜宮城最高や。ってなる流れじゃないですか。でもそこであえて、もしヒカル様が私たちの予想を超えてきて、もしまたボロクソに批判したら、めちゃめちゃ面白いですね。カリスマの擬人化であるヒカル様ならば、私たちの予想の遥か上を超えてくることを、期待してしまいます。ちなみに、宮迫様はこうおっしゃっています。今回私もがっつり監修させていただいて、待機、スタッフの皆さんも、本当に寝ずに頑張っていただいて完成した味なので、これまずいって言われたら全員外放り出したろかな？俺も最後飛んだろ。もしヒカル様が酷評したら、外に放り出されてしまいますねこれは。というわけでヒカル様と宮迫様の乱闘、期待してます。最後までご視聴ありがとうございました。最近、ロシアのスイフト排除が、ニュースになっています。スイフトとは一体何なのか、簡単に説明します。スイフトとは、国際銀行間通信協会のことです。海外口座に送金するときに、スイフトコードを書くじゃないですか。あのスイフトのことです。全世界の高額決済の半分以上が、スイフトを介していると言われています。なぜかというと、それだけ信頼度が高いからです。海外送金、輸出入、海外投資など、あらゆる場面で利用されるほど、スイフトは安心と信頼の送金決済システムです。似たような決済システムは他にもありますが、規模も信頼性も全く違いますから、一強の最大手であるスイフトから排除されることは、大きな痛手になります。で、このスイフト制裁をロシアに対して実行することは、当初は慎重論もありました。一部では経済の核とも言われるほど、最終手段のカードとして考えられていました。しかし現在、欧州諸国や日本がスイフト制裁への参加を表明しています。岸田文雄首相は27日、ロシアのウクライナ侵攻を受け、米国や欧州各国が合意したロシアの一部金融機関を、国際決済ネットワークの国際銀行間通信協会 SWIFT から排除する制裁に日本も参加すると表明した。重役首相は、今回のロシアによる侵略は国際秩序の根幹を揺るがすもので、先進7カ国 G7 をはじめとする国際社会と結束して毅然と行動する必要があると主張。防御には高い代償を伴うことを示すとも語った。重役首相は、国際社会はロシアとの関係をこれまで通りにしていくことは、もはやできないと強調。ロシアとの北方領土交渉に関し、我が国の立場や、高齢になられた元島民の思いに応えたい思いはいささかも変わりはないとしつつ、今の状況に鑑みて平和条約交渉の展望について、申し上げられる状況にはないと述べた。スイフト制裁は大したことない、と主張する人もいますが、実際にされたら大打撃になると思います。どういう影響が出るかというと、まず海外送金、海外投資が困難になりますし、輸出入の金銭のやり取りもできなくなります。当然、ロシアの通貨であるルーブルの価値が、大幅に下落する可能性が高いです。よって経済制裁としては非常に強力です。まるで真綿で首を絞めるようにじわじわ効いてくるでしょう。ただすぐにロシア軍を撤退させるほどの、戦況にすぐ影響を及ぼす可能性は考えにくいです。北朝鮮はミサイルを乱射しまくったせいで、2017年に、全銀行がスイフトから締め出されています。そのせいもあって北朝鮮は経済的に孤立し、もともと豊かな国ではなかったこともあって、国民が食べるものにも困っているという、悲惨な貧困国となっています。で、スイフト制裁のニュースを受けて、ロシア国内では取り付け騒ぎが発生しています。取り付け騒ぎとは、銀行や社会情勢などに対する不安から、市民が ATM や銀行に殺到して一斉に現金を引き出そうとする現象のことです。ロシアでは ATM に数十人が長蛇の列を作っている光景が見られます。テレビのインタビューで現金を使うのは5年ぶりだと話していたロシア人男性もいました。ロシアが北朝鮮のような貧困国になることはさすがにないとは思いますが、経済的にかなりの打撃を受けるはずです。かつてない規模の制裁を受けたロシアが、今後どうなるかに注目です。国際金融協会は、債務不履行や債務再編の可能性を危惧しています。最後までご視聴ありがとうございました。ロシアのウクライナ侵攻について、ここ数日考えていました。現時点での私の考えを話していきます。結論を言うと、プーチン大統領がウクライナ侵攻に踏み切ったのは、失敗だったと思います。仮にロシアが戦争に勝っても負けても、いずれにせよ長い目で見ると、失敗となる可能性が高いです。というのもロシア側のデメリットがあまりに大きいからです。確かにロシア側の思惑である NATO の東への拡大が怖いというのは理解できます。しかしクリミア併合からウクライナ侵攻、この流れを見て周辺諸国はどう思うでしょうか。ロシアに対してものすごく恐怖感を抱きますよね。
次は自分の国が侵略されるんじゃないかと。だからもし仮にロシアが勝って、ウクライナに新ロシア派の傀儡政権を誕生させたとしても、それは周辺諸国の結束を強めて、NATO への加入をさらに加速させる結果となります。要はお互いがお互いのことを怖がっているんですよ。ロシア派 NATO の東への拡大が怖いですし、NATO や周辺諸国から見てもロシアが怖いです。そんな中で武力行動に出ても、ロシアが得をする結果になるとは考えづらいです。私が思うに、プーチン大統領は過剰なまでに怖がっています。この時代に侵略戦争をする奴が怖がってるのか、と思うかもしれませんが、怖くて怯えているからこそ武力行動に出たとしか思えません。そうでなければあんな非合理的な行動はしないはずです。確かにロシア側からすれば、ウクライナが NATO に加入して、NATO と国境を接することになるのは脅威です。もしロシアが殴りかかれば、全加盟国が団結して殴り返してくる NATO 勢力が、自分の国のすぐ隣にいるわけですから、気持ちはわかるんですけど、それでもプーチンは恐れすぎです。そもそもロシアは核保有国ですし、国土も広くて兵力もあります。GFP 報告者によると、ロシアの軍事力指数は、アメリカに次ぐ世界第2位です。世界地図で見ても国土でかすぎで怖いですし、本当に民主主義なのかどうか怪しい国家です。そんなやべえ国と戦争するやついないでしょ。もしロシアと戦争しようものなら、核兵器が飛んでくるかもしれません。プーチン大統領はもっとうぬぼれるべきでした。そもそも今回の件が始まりではなく、2014年のクリミア併合の時点で、プーチン大統領はすでに失敗していました。あの件で周辺諸国がロシアに強い恐怖を抱き、ロシアに対する不信感を強めただけでなく、身勝手なクリミア併合が各国から批判され、ロシアは経済制裁を受けました。そのせいでロシアの経済成長はかなり鈍っています。数字でそのように出ています。ロシアのGDP は韓国以下、と聞くと、衝撃的かもしれません。さらに今回のウクライナ侵攻によって、スイフト排除を含めた、過去最大級の経済制裁がロシアに課されます。ですからクリミア併合もウクライナ侵攻も、どう考えても合理的ではないんですよ。最終的に損をするのはロシアの方です。さらに21世紀の現代において、兵器で侵略戦争をするというのは正気とは思えません。国際世論の凄まじい反発を受けることになります。FIFA 国際サッカー連盟は、ロシアに国際試合の禁止を課し、IOC 国際オリンピック委員会は、ロシアとベラルーシの選手を、全競技の大会から除外するよう要請しました。よく政府高官がマスコミ向けに、笑顔で握手している映像があります。プーチン様はもうそうやって映像に映ることはなく、戦犯の独裁者として語り継がれることになるかもしれません。制裁で経済が混乱してロシア国民は苦しむはずです。彼らの不満は当然ロシア政府に向けられるでしょう。プーチン様の行動がとても合理的とは思えないので、不満を持つ軍関係者もいるはずです。ロシアでクーデターが起こる懸念もあります。これからプーチン大統領は、国外の敵の他にも、国内の敵とも戦わなければなりません。というわけで私はウクライナ侵攻は失敗だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。現在の国際情勢を鑑みて、日本も核武装するべきでは、と思った方も多いのではないでしょうか。この問題について安倍元首相が、核シェアリングの議論をすべきでは、と主張しています。産経新聞から引用させていただきます。安倍晋三元首相は中略、米国の核兵器を自国領土内に配備して共同運用する、核共有について、国内でも議論すべきだとの認識を示した。日本は核拡散防止条約 NPT の加盟国で非核三原則があるが、世界はどのように安全が守られているかという現実について、議論していくことをタブー視してならないと述べた。同時に被爆国として核を廃絶するという目標は掲げなければいけないし、それに向かって進んでいくことが大切だとも語った。米国との核共有はベルギーやドイツ、イタリアなど北大西洋条約機構 NATO の一部の国で採用されている。ロシアのウクライナ侵攻に関して安倍氏は、私たちが作った国際秩序に対する重大な挑戦だと重ねて批判。一方で、かつてロシアのプーチン大統領が、安倍氏に対して NATO の拡大に不満を語っていたことを明らかにし、NATO への基本的な不信感の中で、領土的野心ではなくロシアの防衛安全の確保という観点から、行動を起こしているのだろうとプーチン氏が侵攻を決断した背景を分析した。核シェアリングに対して松井大阪市長は、議論をするのは当然、非核三原則は戦後80年弱の価値観だが、核を持っている国が戦争を仕掛けている、昭和の価値観のまま令和も行くのか、米国の原子力潜水艦をリースしてもらう、というような議論もすべきだと語っています。一方で岸田首相は、国会で次のように語っています。平素から自国の領土に米国の核兵器を置き、有事には自国の戦闘機等に、核兵器を搭載運用可能な体制を保持することによって、自国の防衛のために米国の抑止力を共有する枠組みを、想定しているものであるとすれば、非核三原則を堅持する我が国の立場から考えて認められない。また岸田首相は、唯一の戦争被爆国、とりわけ被爆地広島出身の総理大臣として、核による威嚇も使用もあってはならない、とも話しています。日本国憲法では、核兵器に関する直接的な記述はありません。武力の使用を永久に放棄する、という記述をどのように解釈するかですね。日本政府は次のような答弁を過去にしています。自衛のための必要最小限度の実力保持は、憲法9条でも禁止されている
するわけではなく、核兵器であっても仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、保有することは必ずしも憲法の禁止するところではない。つまり政府の解釈としては、核兵器を保有すること自体は憲法違反に当たらない、という立場だと思われます。現代ビジネスから引用させていただきます。なお試験では、日本で核シェアリングを実施するためには憲法改正ではなく、非核三原則の一つ持ち込ませずを見直せばいいと基本的に考えている。非核三原則の見直しで法改正は不要で政府見解の変更のみでいい。護憲派の有給上検事のみと、リアリストの核シェアリングでは、安全保障論としては天と地の差がある。いずれにしても内容とともに手順論についても、夏の参院選に向けて大いに議論してもらいたいものだ。安保法制の議論の時にも、抑止力を持つと戦争のリスクが高まるという人がいたが、根本的に間違っている。過去の戦争データ実証から定量的に戦争リスクは低下する。このあたりをぜひとも議論してほしい。というわけで憲法改正の上で核武装というのは、正直あまり現実的ではありませんが、非核三原則を見直しての核シェアリングであれば、まだ実現可能な範疇かもしれません。皆様は核武装すべきだと思いますか？コメントでぜひ意見を聞かせてください。この件に興味を持つ人が少しでも増えて議論が活発化することを願っています。最後までご視聴ありがとうございました。宮迫様の焼肉屋、竜宮城が、ようやく本日オープンしました。いや、オープンまで無駄に時間かかりすぎ、今まで一体何してたんですかね。というわけで竜宮城のメニューを見ていきましょう。まずはこちら、ザユッケ、60g 1700円、100g 2800円となっております。いやー。だけな。まあ、高級路線ということなのでこんなもんでしょう。適当、厳選和牛もも肉にこだわり、お肉の美味しさを追求した竜宮城を代表する一品です。1ヶ月間かけて熟成させた特製タレと濃厚な黄身、そして生胡椒がシャミ一体となり、生肉の味わいをより引き立てます。ユッケを見ると、焼いてハンバーグにしたくなります。続いては、極み炭塩です。こちら1人前、2200円となっております。炭ならではの食感を残しつつも、究極の柔らかさを追求した竜宮城でしか味わえない、唯一無二の自慢の炭塩です。3日間かけて旨味を凝縮した竜宮城塩タレでご賞味ください。1人前2200円2人前より受けたまわります。5人数分、1回のみのご注文とさせていただきます。いや、なんで1人前の注文 NG なんですか？しかも注文制限あるんかい。まあ注文制限をつけるほど在庫がない、いい肉ということでしょう。こちらはすだち冷麺、1200円となっております。肉はまだいいとして、冷麺で1200円もするのか、スープとすだちのすっきりとした酸味のバランスにこだわりました。一見シンプルな冷麺ですが、口食べてみると様々な旨味を感じていただけます。どんなにお腹いっぱいでもデザートのようにお召し上がりいただけます。本当？狂気。なんかここまで言われると、私は一周回って逆に食べたくなります。個人的に一番気になるのはこの冷麺ですね。普段全く冷麺食べないんですけど気になります。具が薄いすだちだけなのに、1200円ってどうなんでしょう。いやー、この冷麺が気になって仕方ないです。焼肉屋なのに肉より冷麺の方が食べたいという、この冷麺だけ郵送で送ってもらえないですかね。竜宮城ではベテランバイヤーが、全国各地の生産者さんから美味しいお野菜を頂戴しております。お野菜の持つ素材の力や自然の美味しさを、職人の技術でさらに美味しく仕上げます。この写真撮るとき、野菜とかキムチの配置めっちゃ気にしてそう。北アルプスの標高3000メートル級の峰々から、流れ出た水を直接灌水し、微量元素栄養ミネラル分が多く含まれたお米です。和牛30ヶ月以上肥育された英語の雌牛のみを使用し、ウェットエイジングという方法でお肉を熟成させて旨味を引き出します。高座通し竜宮城では柔らかさ、水分量、味わい、香りをしっかりと職人が目利きし、和牛に負けない美味しさを追求しております。というわけでお肉にもこだわっているそうです。専門用語が入っているのでなんか凄そうに感じます。小学生並みの感想。こちらの宮迫ハラミは、3500円となっております。ガチで高級店じゃねえか。この価格帯だと学生だけで行くのはきつそうですね。よほど味が良くないと、大抵の人は一回行ってそれっきりになる気がします。それにしても他の肉にはついてないのに、なぜこのハラミにだけメニュー名に宮迫、とついているのでしょうか。このハラミを食べてほしいという無言のアピールでしょうか。こちらは厳選和牛サーロインすき焼き、お値段は1枚2200円となっております。2枚で2200円ではなく、1枚で2200円です。お間違えなく、1枚2200円なのに、写真に2枚写ってるのくさ、巧妙な罠やめてもらっていいですか。今お腹空いてるから普通に行きたくなってきたぞ。最後までご視聴ありがとうございました。現在、世界各国がガチ切れして、ロシアに過去最大レベルの経済制裁をしています。その結果、あまりにも効きすぎて、ロシアが経済破綻する可能性が出てきました。ロシアのスイフト排除は、経済の核兵器とも言われるほど、非常に強力な経済制裁の一つです。スイフトについては過去動画で解説しています。しかしスイフト除外はロシアに打撃を与えるだけでなく、ロシアからエネルギー資源を輸入している欧州にも、
当然ダメージが入ります。それでも欧州らは、経済の核兵器をロシアに撃つことを決定しました。その結果どうなったかというと、市場が大混乱して、今とんでもないことになっています。ただでさえ通貨ルーブルの価値が大暴落して、ATM や銀行に人が殺到して引き出そうとする、取り付け騒ぎが発生しているにもかかわらず、クレジットカード大手のビザとマスターカードが、ロシアの複数の金融機関と、取引しないことを決定しました。つまりロシアではもう、クレジットカードがほぼ使えないのです。スポーツ業界でもロシアの排除が進んでおり、ロシアと取引をすること自体が悪、という考えが広まりつつあるので、今後この流れはあらゆる業界で進んでいくものと思われます。そして今現在、ロシアは2日連続で株式市場を占めています。なぜかというと、株式市場を開けると、世界中の投資家がロシア株を売りまくって、とんでもないことになってしまうからです。なので、開けたくても開けられないわけですね。もう待ちきれないよ。早く開けてください。さらにロシアの最大手銀行、ズベルバンクが、経営破綻の危機に瀕しています。欧州中央銀行は、国際情勢の緊張に伴い、多額の預金が流出している。ズベルバンクは流動性の低下により破綻状態にあるか、もしくは破綻する公算が大きい、としています。ロシアにエネルギー調達の影響が出ないよう、ズベルバンクはスイフト除外の対象にはしない、という話もありますが、そのズベルバンクが破綻寸前ということで、一体どうなるんでしょうね。さらに、ロシアの国債価格がたった1日で半値になったり、輸入品の値上げも始まっています。というわけで、ロシア経済が早くもボロボロになっています。債務不履行の可能性もいよいよ現実味を帯びてきました。ロシアが為替介入できないように、各国はロシアの資産を凍結していますので、ルーブルを買い支えるのもいずれ限界がきます。もうどうしようもないんじゃないでしょうか。ちなみにこれらの影響は、まだスイフト制裁が実行される前の話です。つまりスイフト排除の情報が流れただけで、ロシア経済にここまでの影響が出ています。こんな状況でもし制裁が実行されたら、一体どうなってしまうのでしょうか。というわけでロシア経済はもう終了間近でしょう。しかしやはり独裁政治はダメですね。周りの専門家がプーチン様に助言をできる環境なら、絶対にあんな行動には出なかったはずです。だってもうロシア経済めちゃくちゃじゃないですか。ロシアには核があるからなと思った国も武力介入しない。プーチン様のこの読みは当たっていました。しかし経済制裁を甘く見すぎていましたね。今回の件で、大国であろうと国際的に孤立すれば、経済がオワコン化してしまうことが判明しました。いやー経済制裁って怖いですね。地上戦や核戦争をしなくても、経済制裁で他国の経済を終わらせることができる時代なのです。この時代に侵略戦争をして、全世界を敵に回すとどうなるか、ロシアが自らの身をもって示したという点では、今後の世界情勢において、核とはまた別の抑止力として機能するかもしれません。要するにプーチン様を持ち上げてる人は、国際情勢が何もわかってないということです。最後までご視聴ありがとうございました。先日、サイゼで喜ぶ彼女、というイラストが拡散されました。それに便乗した女性が、サイゼで見た写真を撮影して、SNS に投稿したところ、ついフェミがブチギレて差別的なリプを送りました。中にはかなりひどいリプもあり、フェミニズムは女性の権利を守るものなのに、私はその対象に含まれていないのか。とその女性本人は主張しています。で、それに対してついフェミが女性というだけで免罪符を得られるわけじゃないと反論しました。すると女性は免罪しろと言っているわけではなく誹謗中傷をしないでという話と反論。これに対してブチ切れたのか、ついフェミは怒りの怪文書を DM で送りつけてきました。それがこちら。こんにちは、私の名前は三浦よし。あなたのご存知の通りフェミニズムアドバイザーの三浦よしと申します。この度はリプライをありがとうございます。私の引用リツイートにあなたがリプライをしたので私は返事をしたいと思いました。しかし私のリプライは少々長くなる傾向にあると指摘されているので、あなた様のタイムラインが煩雑にならないように私は配慮したいと思います。さて先ほど貼り付けたあなたのリプライに対して早速本題に入ろうと思います。まずはサイゼで喜ぶ彼女というイラストが話題になった件についてですね。そもそもこちらのイラストは賛否両論であり、そもそも、サイゼで喜ぶ彼女という言葉の文脈、いわゆるコンフリクトが、サイゼリアごときで喜ぶ部彼女は扱いやすい彼女として的確、という男尊女卑目線から行われたものであるという意見があります。そもそもかのイラストは投稿された当初は、そのような意見で溢れていました。サイゼリアで喜ぶ女は手軽でいいとか、俺はサイゼにまず連れて行って女をテストしてから付き合ってやる、とかそのような文脈のリプライと引用リツイートで溢れていました。その点に関して私はあまりにも自分本位であり、女性に失礼で、そしてサイゼリアにも失礼だなぁと思っていました。あなたはどうですか？私はそう思っています。さてその立場になって考えるとかのイラストは極めて女性蔑視的な、イラストに見えてこないでしょうか？そしてかのイラストのコンフリクト、いわゆる文脈が、サイゼリアにも女性にも、そして何よりも、材料にされている動物たちに対して失礼だとは思えないでしょうか？その前提においてあなたの行為を見てみましょう。まさなおどうでもいいです。あなたが丸を放り出してミートドリアをかっくらおうが、バズっているイラストに便乗して写真を上げてツイッターで話題になると試みても結構です。何番戦時かわからない出がらした発想の写真を上げようが、乱獲され尽くした土壌をあなたが必死に泥まみれになりながら取ろうが、柳の下で切り株を見張ろうが、あなたの発想力の範疇で勝手にやるのは結構です。ただ一つ支障なのは、自身の写
真にはしっかりと名前を入れて、著作権を主張している割には、他人のイラストを勝手に転用していることです。あなたの倫理観って一体どうなってるんでしょうか？いや、長すぎるわ。何考えとんねん。これで怪文書全体の3分の1くらいしかないんですよ。さすがに続きは省略させていただきます。これわざと書いてる感じもしますがどうなんでしょうね。なんか作文で文字数を水増しするときみたいな中身のない文章です。で、これに対して本人は、怪文書と同じくらいの分量の DM を送りつけて、反論しました。怪文書バトルやめて、こんにちは、私の名前は大名人マキマ。あなたのご存知の通り SNS でフォロワーを増やして、エッマルな動画を売るいわゆるセマル CK インフルエンサーの、大名人マキマと申します。この度は DM をありがとうございます。あなたが DM をしたので私は DM を返したいと思いました。しかし私の DM もあなたに負けず劣らず長くなるので、このまま DM を送らせていただきます。私は大名人マキマです。さてお送りいただいた DM に対して、早速本題に入ろうと思います。完全に遊んでて草。元ツイートは概要欄に貼っておくので、興味がある人は怪文書の続きを読んでみてください。頭おかしなるで、最後までご視聴ありがとうございました。ウクライナから逃げ遅れた、とある慶応大学生のツイートが、話題を集めています。こんなことしたくないですが、ウクライナのキエフから脱出できず、寒さと恐怖と様々な感情の狭間、シェルターに待機しながら、もしものために文章を残します。ロシアのミサイル、工作員のテロ、外気の凍てつく寒さ。内心もう何が何だかわからず、辛いです。こんなに枯れた涙が流れたことはありません。この瞬間も国境付近では、ロシア軍がウクライナ兵士をまるで虐殺するかのごとく攻撃しています。18から60歳男性のウクライナ人の多くの友人たちもこれから戦争に呼ばれるそうです。人生で日本人の強しと出会えてよかった。そんなことを DM で送ってくれて嬉しかったけれど、味わったことのない悲しみが込み上げてきました。これから24時間以内にキエフが陥落し、おそらく国家のため、国民のために勇敢に立ち向かってくれた政府関係者は拘束、または処刑されます。その後に待っているのは、ロシア軍による民間人の虐殺、または食料供給など、インフラをストップし、餓死などを目的に人々を追い込むことでしょう。現実は残酷です。どうか現地に残ってる日本人、並びにウクライナ人の多くの友人たちが命を落としませんように。そして過去の大人たちがもたらした間違いを見つめ、この体験をどう生かし、未来につなげられるのか。自分が生きてその使命を果たせるように、僕は生き残ります。もしそれが叶わなかったなら、社会と人々の心と、幸せを感じられる世界になってほしいなと思います。どうかウクライナのサポートをよろしくお願いします。2022.02 にも、これだけ見ると悲劇的なツイートに見えます。とりわけ一番最初のツイートはかなり拡散され、7万リツイート、25万いいねを記録しています。当初はこの慶応大生に対する同情の声が多かったです。しかし事実が明らかになるにつれて、彼への批判の声も大きくなっていきました。外務省のホームページでは、2月11日の時点で、ウクライナ全土の危険度をレベル4まで引き上げています。これは退避してください。渡航はやめてください。という意味で、現在ウクライナに滞在されている方は最も安全な手段で、直ちに退避してください。ウクライナへの渡航はやめてください。と書かれています。にもかかわらず、この慶応大生はこの指示を完全に無視し、のんきにウクライナで滞在していました。また彼の過去のツイートが発掘されると、自己陶酔的な発言や、日本に対する差別的な発言も確認されました。なおそれらのツイートはすでに削除されています。また慶応大生はこんなツイートもしています。無事に隣国へ入国することができました。ネット環境がなく、連絡が遅れてしまい心配をおかけました。計36時間、満杯の立ち状態、外気温マイナス下での待機、精神的ストレスによる乗客間での乱闘など、心身ともに疲弊していますが命は無事です。通常なら2時間かかりませんが、私の列車も何度かサイレンで数時間停止し、安全が確認できた瞬間だけ外出が許されていました。私の便が通過した最後だと聞いています。彼が乗車したのが最後の電車という風にも受け取れるため、もし彼がウクライナをすぐに出国していれば、他のウクライナ人がもう一人電車に乗ることができたはずです。なおこの慶応大生は謝罪しています。危険な国にむやみに行くと外務省や大使館、そして現地の人々に迷惑がかかるので、絶対にやめましょう。完全に自業自得で巻き込まれたのに、戦時下でポエムを垂れ流しているあたり、極めて強い嫌悪感を覚えます。ただ本人も謝罪しており、あんまり言うのもかわいそうかなと思うのでこのあたりにしておきます。もし海外に行く場合はぜひ、外務省、海外安全ホームページから、その国の危険レベルを確認してから行くようにしましょう。また海外に滞在中は必ず外務省や大使館の指示に従いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。現在、駐日ロシア大使館が、ツイッターで連日のように、ロシアに都合のいいプロパガンダを行っています。しかしその内容があまりにも突っ込みどころが多く、ガバガバなので結構批判されており、プーチン大統領のクソコラが投下されるなど、一部ツイートのリプランは地獄と化しています。おそらく情報戦の一環のつもりなのでしょうが、こんなガバガバなプロパガンダに影響される日本国民は、おそらくいないと思うのですが、まあそれはそれとして、駐日ロシア大使館のツイートを一部紹介させていただきます。28日参院予算委員会での小山秀樹外務省欧州局長の発言について、日本の外務省は歴史を忘れています。
クリル諸島は南クリルも含め、第二次世界大戦の結果として、連合国の決定に従い法的根拠に基づいて、我が国に譲渡されました。これは、日本が言った侵略とナチスドイツとの同盟に対する、処罰の一部でもありました。にもかかわらず事実として、日本は100年も経たぬ間に、二度もナチス政権を支持する虚に出ました。かつてはヒトラー政権を、そして今回はウクライナ政権を支持したのです。いや、なんでウクライナ政権が、ナチスみたいに言ってるんでしょうかね。この場合ナチスなのは、どう考えてもプーチン様だと思いますが、だって国際社会からドン引きされて、国として孤立化しているところとか、今のロシアがまんまナチスじゃないですか。何言ってるんですか一体。日本だけでなくほぼ全ての国が、ウクライナを支援していますよ。欧州もウクライナに武器支援とかしてるでしょ。中にはブラジルみたいに、ロシアに媚びを売っている国もあったりしますが、そんな国はごく一部です。このツイートに対するリプを一部紹介させていただきます。それを言うなら日ソ不可侵条約を破り、ポツダム宣言で日本軍が武装解除中に、北方領土を武力占領したのはどうなるのですか？今回のロシアが始めた侵略戦争を棚に上げて、ウクライナをナチス政権扱い、日本をこき下ろすとは言語道断です。ロシア旧ソ連のこの行為を日本では火事場泥棒と言って、決して信用されない行為です。日ソ中立条約を一方的に破棄して攻め込んできて、居直っているような厚顔無恥な国ですよ。こんな息吐くように嘘をつきまくっているような国と、平和条約を結んでも寝首をかかれるだけですよね。大使館職員の方々におかれましては、ストレスでいつも終わりでしょうから、セイロガンを差し入れますね。それが正義だと思うなら、あなたたちもあなたのボスも率先して、プレイヤーとして戦地へ行くべきです。プーチンに合わせなきゃいけなくて大変だなう。また衆議院議員の河野太郎様が、中日ロシア大使館のツイートに対して、引用リツイートでこうツイートしています。ソーシャルメディア上で、情報戦が繰り広げられているって、恥を知れ。これに対してロシア大使館は、お互い様、と返信しています。プロパガンダをしていることを、自分から認めていくのか。困惑。というわけで中日ロシア大使館が、ツイッターで日本語で変なことを言っているので、気をつけましょうという話でした。まあ今時あんなものを、そう簡単に信用する人もいないと思いますが、情報戦をやるにしても雑すぎる。日本語でツイートをするなら、日本人が読んだ時にちゃんと納得するような内容じゃないと、やっても全く意味ないと思います。なんかもうリプラン見ても、完全にネットのおもちゃになってますもん。こんなん情報戦やるだけ無駄でしょ。最後までご視聴ありがとうございました。NATO とは何かを簡単に解説します。NATO とは、北大西洋条約機構のことで、世界最大の軍事同盟です。読み方は、NATO です。納豆ではありません。もともと NATO は、1949年の冷戦時に、ソ連をはじめとした共産主義の国々に対抗するため、設立されました。NATO の最大の特徴は、加盟国が攻撃を受けた場合に、全加盟国が集団的自衛権を行使して、一丸となって反撃をするという姿勢です。現在 NATO の加盟国は30カ国で、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、などが加盟しています。加盟国の軍隊の総数は推定約300万人で、全加盟国の防衛費の総額は約100兆円です。つまり強大な大国であっても、NATO 加盟国を攻撃することはできません。迂闊に攻撃を仕掛ければ、30カ国から一気に宣戦布告されてしまうのです。この集団的自衛権が抑止力として機能しており、NATO への加入を望む国も存在します。こちらは冷戦時代のヨーロッパの勢力図です。青が NATO 加盟国で、赤がワルシャワ条約機構の加盟国です。ワルシャワ条約機構とは、ソ連が作った軍事同盟で、NATO とはバチバチに敵対していました。しかし1991年にワルシャワ条約機構は解散し、同じ年にソ連も崩壊します。もともと NATO は、ソ連に対抗するために設立されました。そのソ連がなくなってしまったのです。そこで NATO 派、加盟国以外の周辺国への紛争に介入するなど、欧州の安全保障につながる行動も取るようになりました。NATO へ加盟するだけで、他国から攻撃を受けることはほぼなくなるという安心感があります。そのため、NATO は徐々に加盟国を増やして勢力を拡大していきました。しかし、それを脅威と捉えたのが、ロシアのプーチン大統領です。こちらをご覧ください。黒っぽい色の場所が、NATO が設立された1949年時点での加盟国です。1949年当時と比べると、かなり加盟国が増えていることがわかります。特に緑と黄色の場所は、1990年以降に NATO に加盟した国です。NATO 勢力が、じわじわとロシアの国境まで迫っているのがわかります。これはロシア側からすれば、隣国がどんどん敵勢力に寝返っていくようなものです。ワルシャワ条約機構の加盟国や、旧ソ連の国々も、次々と NATO に加入していったのです。要するに NATO 勢力が、大きくなりすぎてしまったのです。ロシア側は、NATO 勢力の東への拡大について、すぐにやめるよう強く求めています。しかしその主張が聞き入れられることはなく、現在でもウクライナやジョージアが、将来的に NATO へ加入する意思表示をしています。ウクライナ情勢については過去動画で解説しているので、そちらを見てください。確かにロシア側からすれば、NATO の東への拡大が脅威なのは理解できます。
左が冷戦時の防衛ラインです。そして右が現在の防衛ラインです。これを見ると、NATO 勢力がロシアの目前まで迫っていることが、一目でわかります。この地図を見ると、ウクライナの NATO への加盟に対して、なぜロシアが否定的だったのかがわかるはずです。ただね、プーチン大統領の言い分もわかるんですけど、独立国である以上は、どの国にも NATO に加盟する権利はあります。NATO 側が強引に加盟させたというよりは、自ら望んで加盟した国が多いように思えますが、いかがでしょうか。自由意志で軍事同盟に加入することを、止めることはちょっと無理なんじゃないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。とある人物が、喫茶店でのエピソードをツイッターに投稿したところ、リプランでフルボッコにされてしまいました。そのツイートがこちら、某ショッピングモールの冷コーヒーで注文しようとしたら、19時30分ラストオーダーなんで今日は終わりました。って言われた時まだ32分ぐらいだったのに、そんな時間の縛りってシビアなのかい。その後スタバ行ったら軽い行列来てたけど、全員無事に購入できたよ。皆さんどう思います？お店にはお客さんもいたのでやってると思い入店してます。ラストオーダーと伝えられた時点でおとなしく店を出てます。そこに対して何も否定もないです。無理に注文しようとしたわけでもないです。時間の二分というのはシビアだなと感じたことをツイートしました。二分がシビア。〇〇コーヒーに対して言うわけじゃなく、その2分でも売り上げるお店とそうじゃないお店があるということ。スタバは2分以上やってたと思うけど、そのお金が会社に貢献してる。その後のレジ締め、片付け、大変、当たり前だと思う。仕事だよ、店の質を下げてるのはあなたたちでは？なんでこういうことをツイートしちゃうんでしょうか？共感が欲しかったのでしょうか？そして案の定、リプランには熱い共感の嵐が殺到しました。君も仕事終わったらすぐ帰りたいだろう。コーヒー屋さんも同じ気持ちだ。おとなしく自販機にコインでも入れてたらどうだい？自分経営者側だけど、そもそも閉店間際に来る客って大体大した金使わないのに、ラストオーダー後の注文なんて従業員の残業代の方が高くついちゃうのでやりたくないっすね。カフェ携帯の店もやってますが、ラストオーダー後でも3000円くらい金使ってくれて、10分以内に帰ってくれれば許せるかな。え？まさかこのツイートに賛同者が集まると、本気で思ってたの？と思いました。店やってる側だとたとえそれがラスト30分前間に合っててもぶっちゃけ鬼クソだるいです。ラスト取り終えたら閉店に向けて締め作業があるのでまだやってますか？って聞かれて断る時間すら惜しいです。文字読めくるなよギリギリにって思いながら、にこやか営業スマイルと声色貼り付けて接客させていただいてます。ラストオーダー時間が決められているのは、そこからコーヒーメーカー洗浄など様々な片付けがあります。そうしなければ従業員皆さん残業となります。じゃあ19時28分に閉めててもあなたは文句言わないんですか？言いますよね。それは普通です。2分くらい良くないですか？こう切り返されたらどう対応するんですか？気になります。スタバのスタッフですけど、閉店時間を過ぎての注文はできないし、閉店時間直前に店外に行列ができてたら、声かけしてもらって帰ってもらうことが多いです。閉店時間過ぎてのオーダーのために、新しくコーヒーやケーキを用意したりの方が、ロスなので売り上げ貢献はしてないですね。ちなみに他の人物が、2分過ぎてラストを出されても注文を受けるべきか？というアンケートを行ったところ、注文を受ける必要はない断る、と回答した人が 99.3%、注文を受けるべきと答えた人が 0.7%、投票数は5257でした。0.7% とか低すぎて草。こういうのはラストオーダーから数分過ぎた注文でも一度認めてしまうと、次からそれが当たり前になりますし、2分が5分、5分が10分。みたいになっちゃうので注文を断るのは仕方ないですね。しかしなぜあれで共感してもらえると思ったのか、本当に店側が悪いと思い込んでいたんでしょうね。怖えよ、店側にクレームつけたりはしてなさそうなので、そこは良かったですね。最後までご視聴ありがとうございました。これちょっとひどいなぁ、という学校がツイッターで話題になっていたので、皆様にも紹介させていただきます。僕の通う高校がヤバすぎる話をします。僕は昨日、人生で初めて救急搬送されました。電車内で視界がどんどん狭くなって、最終的に意識を失いました。同乗していた女性に助けていただいたので大事に至らなかったのですが、僕はその日、卒業式の予行の日でした。僕は気がついた頃には駅のホームに座っていたのですが、駅員さんが僕の様子を見て救急車を呼び、学校に、卒業式の予行を休校することを伝えてくださいました。僕は病院について措置を受け神経の突発的な異常で意識を失い、ひどい立ちくらみのような状態になっていたことを伝えられました。無論、安静にするように診断を受けたのですが、学校側から頭髪検査がしたいので今すぐ登校してください、と連絡がありました。僕は事情を説明して今日は学校に行けない旨を伝えました。しかしまた学校側から連絡があり、学校に来て頭髪検査を受けないと卒業式に出席できない、と伝えられました。何度事情を説明しても、学校側は頭髪検査をしないと卒業式に出られないの一点張りで、救急搬送されたその日に頭髪検査をするためだけに学校に行きました。この学校の対応、ヤバすぎませんか？死のほか拡散されているのでお願いです。僕を電車内で救助してくださった女性がもしこの投稿をご覧になっていたら、ご連絡いただけませんか？本当に感謝の気持ちでいっぱいです。直接お話したいので、もしご覧になっていれば、よろしくお願いします。教育委員会、文部科学省などに連絡しましたが、私立は独自の教育方針を持っているため、学校側が判断をすることでこちらでは何もできない、と言われました。また、学校名並びにそれに付随する情報の一切を公開しないと決めました。
これは様々な危険性をはらむ可能性があると判断したためです。理事長が言ったことを 100% 忠実に守って、行動できる先生たちばかりで本当にすごいと思います。学校の規律を何よりも重んじる教育方針は、他に類を見ません。皮肉です。今時こんな学校あるんですね。ドン引きですよ。ツイートを見る限り私立高校のようですね。確かに私学は未だに昭和のノリが続いてるところが、一部あります。私が通っていた高校も結構ヤバかったですね。あくまで当時の話ですが、卒業式に頭髪検査と聞くと、あの学校のことを思い浮かべてしまいますが、気のせいであることを願っています。私学は理事長が絶対的な権力を持っていますから、風通しの悪い学校だと、誰も理事長やその取り巻きに逆らえなくて、独裁国家みたいな状態になってしまいます。また学校の内部での出来事は、どうしても外に漏れにくいので、こういう風にインターネットで拡散するのは、学校の悪いところを変えるという意味では有効です。私としては、場合によっては学校名を公表した方がいいと思います。あの対応が教師個人の判断による対応であれば、学校側に相談するなり、教師と話し合うなりして解決すれば、それで済む話です。しかし学校ぐるみであの対応をしていた場合、それは非常に問題があります。なぜならまた同様の事態があった場合に、同じような対応をしてしまうかもしれないからです。卒業式は絶対に出たいですよね。だから無理して頭髪検査を受けに行って、大惨事になってしまうかもしれません。救急搬送されたのに当日中に学校に来いって、これほぼ脅迫ですし、ただ在学中に晒すと問題になるかもしれないので、卒業後しばらく経ってから公開するのが得策です。本人は学校名を公開する気がないようなので、私としてはこれ以上追及はしません。こういう変な私学はどんどんネットで晒すべきです。在学生がやるとその子に被害がいくかもしれないので、あまりにも悪質な場合は、OB がインターネットで情報発信するのは大事ですね。最後までご視聴ありがとうございました。陰謀論に関する、狼処方公式のツイートが面白かったので、皆様にも紹介させていただきます。Facebook で見かけた元陰謀論の人の自己反省文、しっかりと時間をかけて政治や経済や歴史を学んできた人に、一発逆転できた、と思った時の興奮が未だに忘れられない、的なことを書いていて、ジャンルや規模の代償はあれど、ある程度の年齢以上の人なら、その感情はよくわかると思った。地道に取り返そうとしても、今からじゃ追いつきようがないという感覚、自分の精神か肉体がガタッと崩れそうな不安、きっかけで一気に黒く燃えそうだもんな。積み重ねの量が物を言う場での乾杯とか、後輩に基礎の差で、爆速で追い抜かれた時の気持ちとか、そういう試合が終わればノーサイド、にはできなかった気持ちの数は、多分20代以下と30代以上で全然違うと思うので、環境などは度外視して、ある程度の年齢ならわかると雑にくくっています。私はまだ若いので、正直あまりこの話にピンときませんでした。しかし陰謀論について語りたいことがあります。確かにこのツイートの内容に当てはまる人物は、結構な数が思い浮かびます。有名どころで言えば、お笑い芸人で突如政治に目覚めた、スーパーヴィランのあの人とかがまさにそんな感じです。あの人は常に周りを見下していて、異常なまでに攻撃的なんですよね。ああいうタイプは本当は傷つきやすくナイーブなので、案外陰謀論とかにはまってしまうものなのです。具体的な名前を出すと、ひろゆき様は陰謀論者ではないものの、このツイートの傾向が若干感じられます。彼は専門的な知識が不足しているにもかかわらず、専門家に対して喧嘩腰で食ってかかり、デスバトルを挑みます。あれなんでなのか未だによくわからないんですが、一つ言えるのは彼が周りを見下しているからこそ、自分を過大評価しているからこそ、できる言動だとは思います。統計によると大半の人間が、自分は特別だ、と思っているそうです。しかし実際はどうでしょうか。この世界の 99% は平凡な人間です。柴田様も、中井戸様も、もちろん私も、ただ運が良かっただけで、本質的にはごく普通のありきたりな人間です。でもみんなそれを信じたくないと、自分は特別だと思いたいと。そんな時、陰謀論は実に都合のいい存在です。これが真実だったんだ。これを知っている俺はすごい。他の奴らとは違う。この事実を知らない奴、理解しない奴は全員バカなんだ。こう考えることで、自尊心を保つことができてしまいます。人間の心の弱さが、人々を陰謀論に走らせてしまうのです。BBC の陰謀論に関する興味深い記事があるので、概要欄に貼っておきます。ぜひ読んでみてください。少しだけ引用させていただくと、陰謀論はもしかすると、あなたが思っているより多様で幅広い。誰でも少なくとも一つは、陰謀論を信じている。もしかするといくつかは信じているかもしれないと、ウシンスキー氏は言う。理由は簡単だ。世間には限りなく膨大な数の陰謀論が出回っている。その全てについて、信じているかどうかアンケートをすれば、誰でもはいと答えるものがいくつかあるはずだ。これはアメリカに限ったことではない。2015年にはケンブリッジ大学の調査で、わずか没の陰謀論についてアンケートを取ったところ、ほとんどのイギリス人がどれかについて信じていると答えた。例として使われた陰謀論は、世界を支配する秘密結社が実は存在しているとか、人類は実はすでに異星人と接触しているなどの内容だった。つまり、ありがちなイメージとは異なり、
典型的な陰謀論者というのは決してアルミ箔の帽子をかぶり母親の家の地下室で暮らす独身中年男ではないのだ。記事では人々は情報の正確さを求めるよりも楽になりたい、安心したいという気持ちが優先しているという趣旨の指摘をしています。これ確かにその通りですよね。しかしそういう人間の心の弱さを理解すれば陰謀論に流される可能性も減るかもしれません。私たちも知らず知らずのうちに抗議での陰謀論に流されてしまっているかもしれません。特に政治関係はその傾向が強いように感じます。情報に気持ち良さや安心感を求めるよりも正確性を大切にしたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。ウエンツ英二様は現金を一切持たないスタイルだったそうです。テレビ番組でこのように話しています。老舗の定食屋さん入って食べ終わってお会計行った時にうち現金のみなんですって言われてお金借りること、僕結構よくやるんです。全然知らない大学生にお金借りたり、キャッシュカードも持ってない、携帯しかないからお金も下ろせない、下向きながらすみません誰かお金貸してくださいって隣の方とかサラリーマンの方から借りて、帽子とかかぶんないからウエンツだとバレている状態でお金借りて連絡先交換して後日返すという、都合の良い日を教えていただきます。直接会ってお返しする、2000円に2000円で返すのもどうかと、とはいえ1万円返すのはやりすぎだし、会ってご飯屋さん行っておごるとか。全然知らない大学生とこないだご飯行きましたよ。レジを通った後にキャッシュレス払いはできるんだけど、自分の持ってるキャッシュレス機能が使えなかったんです。夕方で混んでいて行列しているし、戻すにも戻せない、隣のおじさんにきっとやってもらえませんかって助けてもらって、計10分くらいなんで待っててもらえますかって戻ってきたら、おじさんが囲まれてて、おばさま方に申し訳ないことしたなって思って近づいていったら、おばさま方があんた何してんの、ウエンツくんは一生懸命仕事してイギリスまで行ってやってんの、2000円なんていらねえ、テレビで面白く喋ってくれたらいいよって言いなさいよってめった打ちにされていた。善意で貸してくれたのに、そういうパターンもあるので、お金これからちゃんと持とうと思った。現金を完全に持っていないってのは珍しいですね。私はクレジットカードか現金で支払いをしています。さすがにウエンツ様も現金を持つようになったみたいなので、すでに手遅れなのですが、そんな彼を救う方法があります。私はスマホカバーの裏に1万円札を小さく折りたたんで2枚入れています。これが結構便利なんですよ。財布を忘れた時とかに重宝します。スマホケースの裏ってスペースはほとんどありませんが、紙幣なら余裕で入ります。まあ財布を忘れることって私は滅多にありませんが、万が一の時の保険にはなります。災害等のことも考えると、スマホの裏に現金を1、2万入れておくのもありではないでしょうか。ちなみに私は最寄り駅の改札の前で財布とスマホを家に忘れたことに気づいたことがあります。あの時の絶望感は凄まじかったですね。あ、財布忘れた、でもスマホに2万あるぞ、いやスマホもないじゃん、おかげでもう一回家に帰って取りに行くという膨大なロスをすることになりました。これがウエンツ様を救う方法です。スマホの裏に1万円札を入れておけば万事解決です。まさにウエンツ様のようなキャッシュレス派にはおすすめです。ところで先ほどのウエンツ様の話で気になったことが1点ありまして、お金を1000円貸したおじさんに集団でキレてるおばさま方、あれひどくないですか。なんでお金のやり取りを一切していない赤の他人に怒られなきゃいけないのかが全くわかりません。1000円くらいあげたらとか言うなら、おばさま方がその1000円を出すのが筋でしょう。自分は一切お金を出さないのに他人に1000円あげることを強要するのはほんまめちゃくちゃですよ。胸クソ悪いわ。まあウエンツ様もこのクソ失礼なおばさま方にドン引きして現金を持つことを決意したのでしょうね。というわけで、スマホの裏に1万円を仕込むのはおすすめ。しかし私のようにそのスマホを忘れないように気をつけてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ブラックマヨネーズの吉田様のツイッターでの発言に批判が集まっています。それがこちら。知人の一切幼児が呼吸困難、早急に見てもらえず回復したからよかったが、まさに今ヤバい、人が見てもらえないのはおかしい、怖い、人がピンチになるのはコロナだけではない、念のために言うけど大丈夫っすか、よろしくお願いしますと黒いマヨネーズの著者は思う。大の大人が体操に39度5分出てしんどかったとか、喉が痛かったとか、気の毒ではあるが普通やろ、それ風邪でもあったし。俺が怖いのは他の急病や怪我まで見てもらえないこと。医療崩壊が怖いというのは正しいですが、 39.5 度の熱は普通、そしてコロナは風邪と暗に言ってるような発言だったため批判が集まった感じですね。ブラマヨ吉田様はフォロワーが100万人いるにもかかわらず、リプ一桁、リツイート一桁みたいなツイートが多いです。しかしこのツイートはリプ数百件、リツイート数千件のため、他のツイートに比べてかなり拡散されていることがわかります。またこのツイートのリプ欄ではブラマヨ吉田様に肯定的なリプが多いものの、引用リツイートを見ていると批判的な内容がかなり多いです。この差は一体何なんでしょうね。リプ欄を見ていて思ったのが、正しい知識を持たずにあれこれ語っている人が多すぎるという点です。これはある程度は仕方ないと思うんですが、目の前の端末でいくらでも調べられる時代にこういう人が一定数いるというのは残念です。というわけで今回はよく言われるコロナは風邪なのかについて考えていきます。ブラマヨ吉田様はぶっちゃけどうでもいいです。吉田様は定期的におかしなことを言いますから、素人の情報よりも医療関係者の情報の方が当てになるので、いくつか要約して紹介させていただきます。
季節性インフルエンザとコロナは毒性が明らかに異なり、インフルで死亡する場合は、ほとんどが二次的に発生した細菌感染によるもので、ウイルス性肺炎や致死的な呼吸不全に陥るケースは少数。米国医師会雑誌に掲載された論文によると、コロナとインフルの死者は一見すると同じに見えるが、アメリカ疾病管理予防センターはインフルの罹患率と死亡率を、実際の数ではなく規定に基づいた推定値として提示している。しかしその推定値と特定の期間の死亡者数には、約6倍の差があった。また推定値にはインフル以外の死因も含まれている可能性がある。そもそもコロナとインフルで毒性と感染力が同じなら、医療崩壊が起きるわけがない。ピーク時の週単位での実際の死亡数を比較すると、インフルの 9.5 倍から 44.1 倍、平均で 20.5 倍の増加であったことが示唆されている。日本のコロナ致死率は欧米と比べて低いが、そのはっきりした理由は今のところわかっていない。ノイズのない正確な致死率を出すのは非常に難しいが、ダイヤモンドプリンセスクルーズ船のケースでは、閉鎖環境であったため完全なデータを出すことができる。船内の致死率は712例中13例の 1.8% で、一般人口を反映するように年齢調整をすると、約 0.5% になった。この 0.5% という数字は、成人のインフル致死率の約5倍であり、1.8% という数字は、スペイン風邪による日本での致死率とほぼ同じ。政府としては経済を止めると致死率が下がるので、コロナを過小評価する傾向にあり、また彼らも専門家ではないので、データを誤って解釈してしまう場合がある。当局がコロナはインフルだというかもしれないが、それは事実ではない。要約すると私たちの解析により、コロナとインフルの致死率を比較するためには、単純比較ではなく、同じ条件での比較をする必要があることが示唆された。また加藤委員長、浅井新様は、このようにブログに記しています。死亡者が高齢者に偏っており若者に死亡者が少ないのは事実。しかし若者の 17% が肺炎を発症し、4.6% が呼吸不全になっている。インフルでウイルス性肺炎や呼吸不全には滅多にならないし、コロナの症状の分布は非常に幅広い。コロナは軽症や無症状で済むこともあるし、逆に重症になることもある。要はガチャである。データとして後遺症もインフルの比ではないことがわかっている。無症状や軽症の人がほとんどでその話が広まりやすいが、コロナの症状はガチャなので油断はできない。息切れや血栓、心筋炎、慢性疲労、味覚障害、認知機能低下などの後遺症は、インフルや他の風邪では決して起こらない。医師の立場から見ても、とてもコロナは風邪とは言えないかな。これ私が言ってるんじゃなくて、現役の医師が言ってるんですからね。素人が書いた怪文書とどっちを信じるかは、各自で判断していただければと思います。あくまで簡潔な要約に過ぎないので、興味がある人は全文を読んでみてください。また他にも医療関係者がネットに様々な投稿をしているので、そちらも確認してみてください。冷静に考えてみてほしいんですが、コロナがインフルと同じ脅威度であれば、政府が緊急事態宣言なんか出すわけがありません。インフルで緊急事態宣言なんかしないでしょ？私たちよりも格段に多くの情報を知ってる日本政府が、緊急事態宣言を出すということは、コロナはインフルより危険ということです。冷静になって考えればわかるはずです。目先の情報にとらわれて全体が見えない。というのはあるあるなので気をつけましょう。過剰に恐れる必要はないですが、ある程度の注意は必要です。最後までご視聴ありがとうございました。現在、スポーツ業界では、ロシア選手の追放が進んでいます。オリンピック、パラリンピック、サッカー、フィギュアスケートなど、今後この流れはさらに進んでいくものと思われます。今回はロシア選手を排除するこの流れは、本当に正しいのかどうかについて、考えていきたいと思います。2006年トリノオリンピックで金メダルを獲得した、フィギュアスケート界の皇帝、プルシェンコ様はインスタでこのように投稿しています。国際スケート連盟は、ロシア人を競技に参加させることを禁止している。これは大きな間違いだ。スポーツと政治を混同させてはいけないし、今のようにアスリートを罰したり、出場権や競技権を奪ってはいけないのです。我が国のスケーターは、世界最強であることを証明している。フィギュアスケートの面白さは、選手たちの存在なくしては語れません。もし我が国の選手が国際的なスタートに立たなければ、多くの種目で強い者が国内に留まることになり、勝利の価値が下がってしまうでしょう。彼らはロシアを世界のスポーツから孤立させようとしている。誰もが平和を望み、私もそれを望んでいる。一日も早く全てが終わり、交渉が実を結ぶことを心から願っています。私は大統領を信頼しています。この投稿は、国際スケート連盟が国際大会からロシアとベラルーシを排除することを受けての発言です。大統領を信頼しています。はちょっと余計だったかもしれません。現に要人 A に死者が1000人以上出ていると思われますし、その状況でプーチン大統領のことを信用できるかというとちょっとね。またサッカーロシア代表のジューバ様は、インスタで次のように投稿しています。戦争は怖い。しかし私がショックを受けるのは日々大きくなっていく人間の攻撃性と憎悪だ。国籍による差別には反対だ。ロシア人であることを恥じてはいません。私はロシア人であることを誇りに思っています。そしてなぜ今アスリートが苦しまなければならないのか、理解できないのです。ダブルスタンダードに反対だ。なぜ全てを我々にぶら下げるのか。スポーツは政治から切り離せと叫んできたのに、いざロシアとなると、この原則が完全に忘れ去られてしまうのはなぜか。繰り返しになるが戦争は怖い。ストレスがかかると人は本性を表し時にはネガティブになる。
立場や職業に関係なく今すべてのロシア人にどれほどの怒りが注がれていることだろう。何千人もの人々が侮辱や脅迫を書き込む。追伸、イギリスの邸宅に腰を下ろし、嫌なことを言う一部の選手たちへ、そんなことで私たちが怒るはずがない。みんなに平和と優しさを。確かに彼らの気持ちはわかるんですよ。選手は何も悪くないのに、大会に出られないなんてそんな理不尽なことはないです。陰でものすごく努力しているにもかかわらず、今までのその努力が無駄になってしまうようなものです。こんな理不尽なことが許されていいのでしょうか。私個人の考えとしては、ロシア選手の追放は仕方ない、と思っています。よくスポーツに政治を持ち込むな、と言われますが、今回の件はもはや政治とか、そういうレベルの話ではないからです。ロシアは明らかに侵略戦争をしています。だからロシア選手が国際大会の出場を拒否されるのは、当然の話ではないでしょうか。すでにウクライナ選手にも犠牲者が出ています。他国の領土に侵入して殺戮をしている国の選手が、国際大会に出場できないのは当たり前です。選手からすれば理不尽だとは思います。でもロシアの選手が出場していて、果たして心からスポーツを楽しめるでしょうか。出場を認めてしまって本当にいいのでしょうか。出場させることは戦争の肯定とも捉えられるので、現在の倫理観からすれば致し方のない対応です。ロシア選手は、大会の主催団体に対して抗議する前に、プーチン大統領に抗議するべきではないでしょうか。とは言ってもロシアは政権への批判に対して、かなり厳しい国なので、ストレートに批判するのは難しいはずです。だから選手が実際にどのように考えているかは、外からだと判断がつかないです。表向きにはプーチン大統領を批判していない選手も、口には出さないだけで、心の中ではプーチン様を嫌悪しているかもしれませんし、言論の自由がないというのは、本当に不健全です。というわけでロシア選手の排除は、差別でも何でもなく当然の対応だと思います。皆様はどう思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。結婚した方がいいか、しない方がいいか、みたいな議論があるじゃないですか。なので今回は、結婚すべきかどうかについて、考えていきたいと思います。結論を言うと、ケースバイケースなので自分の好きにすればいいです。しかしこの一言で終わります。終わってしまうのもあれなので、もう少し詳しく掘り下げていきます。20代になると周りがどんどん結婚していきます。子供がいる同級生も増えてきて、自分も結婚した方がいいのかなぁと、ぼんやり思い始める視聴者兄貴も多いのではないでしょうか。確かに一般的には結婚した方がいいみたいな価値観がありますし、結婚して子供を作ることは少子化の改善にもつながるため、社会的にも大変良いと思います。私の知り合いには、40代の独身のおっさんで、結婚願望がめちゃくちゃ強い人がいます。一人身だと寂しい、早く結婚して子供が欲しい、家庭を作りたい、みたいなことを常々言っているわけですね。そのおっさん曰く、一人身は本当に寂しい、もっと早く行動を起こしていればよかった、と嘆いています。これを見ると独身って絶望しかないじゃないか。と思うかもしれません。しかし一方で、こんな人もいます。別の知り合いは、バツイチの30代中年男性で、現在一人暮らしをしています。かつて結婚していたのですが、一身上の都合で離婚することになってしまったわけです。そして現在彼は一人身で暮らしています。しかし彼は毎日が楽しいと言っています。なぜでしょうか。会わない家族と離れて、一人で悠々自適に暮らすことが、自由で楽しいとのことです。これ面白いですよね。前者も後者も一人身であることに変わりはありませんが、その同じ状況に対する考え方が、全く異なるのです。同じ一人身でも、前者のおっさんは未来がないと絶望している。しかし後者は、自由な毎日を楽しんでいると。これを見ていて私は、どっちが正解とかないんじゃないかなと思いました。世間一般では結婚イコール幸せ、みたいな価値観が浸透していますが、必ずしもそうとは限らないのではないでしょうか。もちろん普通に結婚して子供を作って、家庭を作るのも幸せの形です。それはそれで素晴らしいことですし、それを否定するつもりは一切ありません。ただ一方で、自分が幸せになる道が結婚しかない。結婚さえすれば目の前の不満が全て解決されて、本当に幸せな人生が訪れる、と思い込むのは、ちょっと違います。結婚は幸せになるための手段の一つであって、結婚すること自体が目的になるのは、ちょっと違うんじゃないかなと思います。結婚する相手との相性にもよりますよね。一緒に毎日を過ごして楽しい相手と結婚すれば、毎日が楽しくて幸せだと思います。逆に合わない相手だと本当に苦痛です。多少の妥協は必要かもしれませんが、無理に結婚すると逆に不幸になる可能性もあります。だから私の考えとしては、冒頭にも言ったようにケースバイケースですから、一概に結婚した方がいい、しない方がいい、とは言えないんじゃないかなという感じです。娯楽が少なかった昔の時代は、大人になると結婚して家庭を作るくらいしか、やることがなかったのかもしれませんが、今の時代は娯楽で溢れています。娯楽が完全に飽和しています。独身でもいくらでも時間を潰す方法はあるので、独身でも人生を楽しめる人はそれでいいんじゃないでしょうか。高齢で独身の
の人って、旗から見るとすごく自由で楽しそうに見えます。それも幸せの形の一つかなと解釈しています。皆様はどう思いますか？ぜひコメントで意見聞かせていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。アパホテルがコロナ宿泊療養者の食事代の中抜きを認めたとして話題になっています。以前からアパホテル以外でも宿泊療養者の食事が貧相すぎるとして各地で話題になっていました。一応、国からは1食1500円が支給されることになっています。私の食事代より高くて草、これで配送料は別ってどういうことだよ。しかしそれでも1500円もあれば、結構いい食事が出てくるはずです。アパホテル以外の事例だと、朝食が安い菓子パン2個と、小さいジュースだったり、明らかに300円くらいのしょぼい食事だったりして、もう見るからにおかしいですよね。また、昼食や夕食もせいぜい500円くらいの弁当だったり、とても1500円とは思えないような、食事が出ているケースもあります。一方で、施設によって豪華な弁当が出ているケースもあり、もう中抜きしているのは明らかです。これに対して、大阪府の危機管理室は次のように回答しています。大阪府は1食あたり900円、3食2700円という予算です。大阪府がホテルと契約しその金額の中に食事代が含まれている。国は1食1500円相当を負担しているということですが、大阪府の場合、経済的な問題から兵庫県や京都府とも話をして、この金額としました。中約3食ともホテルが業者を選定し契約しています。食事がまずい貧相だという声は宿泊療養者から直接、寄せられたこともあります。現物の写真なども確認し、そうした苦情があった際にはホテルに改善を申し入れている。1食1500円が地方へ支給され、余った分は生産するシステムで、一括交付金なので余ったお金を他のコロナ関連予算に回すのは必ずしも違法には当たりません。まず国から出るのが1食1500円ですから1日4500円ですで、それが全額ホテルに支給されるわけでなく大阪府に中抜きされて2700円になりますで、ホテル側がその1日2700円からさらに中抜きをしていたという流れですね。配膳費や人件費を考慮しても、写真を見る限り明らかに2700円以下の食事です。中抜き地獄やめろ。特にアパホテルが昼食に出した、カツカレーに苦情が寄せられています。3口くらいでギブアップ、喉が痛くてそれ以上は無理でした。午後ホテルのロビーに降りた時、別の療養者と話す機会があった。カレーはひどいと言うとあのカレーはアパホテル名物の社長カレーではないか。食べたことがあるが、味が似ていると話題になった。国から地方へ支給されるコロナ宿泊療養者の食事代は1食1500円算定で、使わなかった分は生産する仕組みになっている。しかし大阪府は独自の経済的試算で1食につき900円、1日2700円の食事代とし差額は返却するとしている。中約アパホテル、カレーはアパ社長カレーではなく、外部業者が調理したものです。現在はカレーの提供はしておりません。一部の宿泊療養ホテルで外部業者に委託をしておりますが、具体的な金額は差し控えますが、ホテルによっては多少、必要経費を差し引かせていただいている場合もございます。必要経費内容はお弁当の発注業務、届いた弁当の数量内容のチェック、弁当の設置業務などです。現在は大阪府からの指示を受け必要経費はいただいておりません。コロナ療養者にカレー出すのはやべえだろ。SNS を見ていると、明らかに安っぽい食事の写真が大量に投稿されています。また療養中でしんどいのに1階に取りに行かせたりと、ガバガバな対応の施設もあります。また食事の時間が一緒なので、エレベーターが大混雑して密になる、などの問題点も指摘されています。ガバガバじゃねえか。これならもう自宅療養してた方がマシな気がしてきました。コロナ患者へ割り振られた税金を中抜きするなんてひどいですね。さすがにここまで問題になると今後おっぴらに中抜きしづらくなるので全国で改善が進んでいってほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。外務副大臣の鈴木貴子様が炎上している件について簡単に説明します。まずことの発端は中日ウクライナ大使のツイートでした。産経新聞から引用させていただきます。ウクライナのコルスンスキー中日大使は3日自身のツイッターで林芳正外相に対する面会要請が約1ヶ月放置されたとの指摘について、いいえ林さんの反応はとても早かったですと投稿した。一方でコルスンスキー氏と会いたくなかったのは副大臣の鈴木さんですとした。鈴木貴子外務副大臣を指していると見られる。鈴木氏に言及したコルスンスキー氏のツイートはその後削除されている。コルスンスキー氏と林氏との面会をめぐっては国民民主党の河合貴則氏が2日の参院予算委員会でコルスンスキー氏が面会要請していこう約1ヶ月間実現しなかったと指摘。林氏は私自身は大使からの面会要望は承知していなかったと答弁していた。林氏は2日コルスンスキー氏と面会し国家の主権と独立のために奮闘されているウクライナ国民に心からの敬意を表すると表明。ロシアの侵略による犠牲者に弔意を伝えたほか1億ドルの緊急人道支援などについて説明した。これに対しコルスンスキー氏は深い感謝の意とさらなる協力への期待を表明した。なお大使はツイートを削除した後に今引用した記事をツイートしています。鈴木貴子様は新ロシア派の鈴木宗男様の娘ということでロシアとズブズブなんじゃないかと疑われて一気に批判が集まった流れですね。ただ一方で鈴木宗男様はロシアの非難決議に賛成しており、本人はロシアの武力行使を批判し自分はプーチンの代弁者ではないと否定していますで、これもし鈴木貴子様が外交に私情を挟んでいたのだとしたら大問題です。本人はこのように釈明しています。私が面会要請を止めていた、面会に応じなかったという報道は事実無根。
事実関係として、口頭での要請はあったが、書面での要請が届いていなかった。また鈴木貴子様本人が、ツイッターでこのように釈明しています。ウクライナのコルスンスキー大使と事実関係のやり取りをし、その上での事実関係として、口頭での要請はあったが正式な依頼書が届いていなかった。ということ、重要なのはここから、原価の状況に鑑みれば、原則の工場所を待たず、弾力的な対応を取るべきであり、その点今後徹底してまいります。現在ネット上では、鈴木貴子が面会要請を握りつぶした、という言説が流れていますが、これに関しては定かではありません。もちろんその可能性もあるのですが、外からだとはっきりしたことはわかりません。形式上のやり取りの中で何らかの齟齬があったかもしれませんし、今の時点で断定的に語るのはちょっと危ない気もします。しかしこの件よりも、鈴木貴子様には釈明しなければならない件があります。事実として彼女は過去に、ロシア寄りの発言をしていたことが明らかになっています。それ自体は別にいいと思うんですが、問題はその発言内容です。現在ロシアは、ウクライナ政権はネオナチで、ロシア人を抹殺している。だからそれを助けるためにウクライナにロシア軍を派遣し、民間人ではなくテロリストだけを相当しているとかいう意味不明なプロパガンダをしております。他方で鈴木貴子様もナチスを例に挙げ、現在のウクライナ政府には、危険な民族排外主義的傾向がある、とまで言い切っています。これはあくまで2014年時点での話なので、現政権の話ではありません。しかし鈴木貴子様の過去の発言が、現在ロシア側が流しているプロパガンダと、若干被っているように見えてなりません。現職の外務副大臣なので、荒脱ぎ枠を払拭するためにも、この件に関して一刻も早く釈明すべきだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。芸能界の孫子、こと坂上忍様が、また問題発言をしてしまったようです。不倫をしたとある芸能人が、PCR 検査で陽性が出たにもかかわらず、平気で犬の散歩をしていたことが番組で紹介されました。するとそれが気に食わなかったのか、坂上忍様はこれってダメなの?と発言。周りの出演者が当然、いや、それはダメでしょと反論すると、それは芸能人だから?と爆弾発言。例えば、僕の住んでるところだったら、周り何もないんだよ。犬の散歩してても誰ともすれ違わないんだよ。ほぼ、でも僕が陽性だったら一歩も出ちゃダメ。犬の散歩、禁止?僕、これに対して出演者は、出た方がいいですよとは言えません。広い庭で散歩させればいいんじゃないですか?と苦笑い。いや、わかります。確かにわかりますよ。多分誰ともすれ違わないから、犬の散歩くらいなら別にいいだろ。この理屈は理解できます。ただそれを許してしまうと、どんどん許容ラインがガバガバになっていきますから、陽性者は基本的に自宅にこもっていましょう。という話です。居酒屋で話しているのではなくて、テレビという公共の電波での発言ですから、この発言が多くの人々に影響を与えることを考えると、もうちょっと配慮した表現があったのではないかと思います。番組を見た人が、じゃあ俺も陽性だけど外出していいか。となる可能性を芸能人は考えなければなりません。こういうこと言うから好感度下がるんですよ。冗談だとしても本当にしょうもないです。孫子の動画の方が面白いから。この件に関するネットの反応を一部紹介します。辛辣な罵倒が多くて草生えましたが、さすがに過激なものは紹介しません。こういう身勝手なやつが上から目線で文句言ってたと思うと番組終了は当然かと。今まで一体何を報道していたんだろう。何も分かってないのにいろんな人に噛みついてたの?何がダメというレベルでなく全てがダメというレベル。これちゃんとテレビ局で否定しないといけないよ。誰ともすれ違わなければいいんだろう。テレビで言っていて自分もそうだと思った。だから誰もいない時間に出歩いたんだ。自分は悪くないって主張する感染者がきっと出てくるからね。いい加減電波に乗せるのやめろよ。感染者数で散々文句言ってた奴が言っていいセリフじゃないな。一歩も出ちゃダメ?ダメです。他者への感染リスクがゼロになるまで一歩も出歩かないことです。これは常識ですよ。芸よしとだからダメという部分は少なからずある。多くの人間と関わる仕事にはそれだけ多くの責任があるんだよ。長年情報系バラエティ番組をやってきたのに、不祥事を起こした芸能人がどれだけ周りに迷惑かけてるか理解してないのか。誰ともすれ違わないなら個人的には別にいいと思うけど、坂上だからダメ。事実を言ってるなら感染広げない程度とは思うが、その大丈夫な範囲を個人が勝手に決めることがどんだけ愚かしいか分かって言ってんのか。最低限建前上はダメなことだって理解してないとダメだろ。これを電波に流すとか。まあ芸能界自体が犯罪の総合商社みたいなところなので、こういう品性を疑う芸能人がいてもいいとは思うんですが、芸能界の許されるラインの基準がよくわからないんですよね。坂上忍様は過去に飲酒運転で逮捕されています。その彼が普通にテレビに出ている一方で、もっと小さいやらかしで芸能界を永久追放された人物もいます。坂上忍様が OK ならもっと他のやらかしオールスターも復帰できるのではと思います。いやでも芸能界がこれ以上地獄になるのはダメですかね。最後までご視聴ありがとうございました。契約違反で事務所から契約解除された登録者160万人の大人気 VTuber ウルハルシア様。
そんな彼女の新たな YouTube チャンネル、三毛猫地で、生配信が行われました。なんと同節8万5000人超え、そしてもちろん開幕からスパチャが乱れ飛ぶなど、凄まじい盛り上がりっぷりでした。てか赤スパ投げる人多すぎ、どうなってんだよ、みんなお金持ってるんですね。まあ、復帰配信ということで、ご祝儀的なスパチャもあるのでしょうか。それにしてもすごいですね。あの1回の配信でスパチャだけでどれくらい稼いだのでしょうか。ちょっと想像もつきません。いやー素晴らしいですね。やっぱり過激なことしなくても一生安泰じゃないですか。正直羨ましいです。あんなにスパチャもらえるなら、私も VTuber になろうかな。ゲスカオ、もろもろチンチン、これは2割冗談ですよ。決して真に受けないでください。スパチャのコメントを読んでいると、やはり純ハネルシア時代からのファンが多いみたいですね。スパチャコメは彼女を応援したり励ましたりする、ものすごい温かいコメントが多かったです。海外兄貴からのスパチャも多かったです。これ不思議なんですけど日本語わかるんですかね？三毛猫様の猫動画のコメント欄を見てみると、98% が海外兄貴のコメントで、コメ欄がほぼ完全に英語で埋め尽くされています。あれなんでなんですかね？英語で配信してるならわかるんですけど、言語を超越して海外兄貴にも人気があるということなんでしょうか。詳しい視聴者兄貴がいたら理由を教えてください。しかしここまで来ると三毛猫様的にはむしろ契約解除されてよかったまであります。なぜかというと事務所に所属していると基本的にスパチャや YouTube の広告収益の何割かが手数料として事務所に取られてしまいます。大手だと箱の力による宣伝効果も大きいですから手数料をいくらか取るのは当然ですけれどもやはり配信者からすれば手数料を取られるのは痛いですよね。しかし今の三毛猫様はフリーで個人ですからスパチャや広告収益を全取りすることができます。やったね。とはいえスパチャに関しては結構な手数料を YouTube から取られますので全額入ってくるわけではないです。まあ彼女からすればウハウハですよね。今頃笑いが止まらないでしょう。なんか真面目に VTuber で頑張ってる人が気の毒になってきます。やはり大量の固定ファンがついてるのは大きいです。ある程度お金を出してくれる信者さえいればいくら叩かれても食べていけるという典型例です。実際ガチ恋勢はどういう心境なんですかね。 NTR 大好き勢はむしろ興奮してそう。そして三毛猫地のチャンネル登録者数が早くも60万人を突破しました。いや増えるペースがおかしいでしょ。これ100万人を超えるのも時間の問題ですね。それどころかウルハルシアの160万人を超えることすら将来的には十分考えられます。もし超えたら笑うわ。配信アーカイブが残っていないのは残念です。アーカイブ残しておいた方がその分の広告収益も入ってくるので私は残しておいた方がいいんじゃないかなと思います。あそこまで有名だとアーカイブ消してもどうせ発言とかは晒されますからあまり消す意味がない気がします。もちろん今勢いがあるのは炎上効果の影響もあるはずです。今の勢いが今後も一生続くかはわかりません。ただ贅沢しなければ余裕でもう一生安泰です。またディスコードで自爆したりしなければもう大丈夫でしょう。好きなことで生きてく、これは YouTube のクッソ寒いキャッチコピーですがまさに三毛猫様を体現した言葉ですね。いろんな意味で最後までご視聴ありがとうございました。今後はこのチャンネルでも政治の話をしようと思います。ただそれがメインになるわけではなくあくまで私の気が向いた時にたまにする形になります。こういうことを言うとやめておいた方がいいという視聴者兄貴もいるかもしれません。心配してくれるのはありがたいんですけれども政治の話をすること自体をタブー視するという風潮は危険なので変えなければならないと思います。まあ実際そこまでタブー視されてるかというと私としては正直微妙ですね。だって政治の話してる人でそんなに叩かれてる人ってあんまりいません。ものすごく叩かれているのはごく少数です。例えば普段政治の話を全くしないしょうもない芸能人が政治発言をして叩かれているのはあれは政治発言をしたからではなくその内容があまりにも季節で的外れだからです。内容が季節だから叩かれたのを政治発言をしたから叩かれていると誤解している人が一定数いるようなのでそこは違うよと私は否定したいです。的外れなことを言えば批判されるのは当たり前です。また何かしらの主張をすれば必ずそれに反対意見を持つ人がいるのは当然です。これは政治の話に限ったことではありません。とあるミュージシャンが〇〇党の支持者以外はライブに来るなとかいう公私混同もいいことを言っていました。私はこの考えには全く賛同できません。むしろ政治について私と違う意見を持つ人でも私の動画を見てほしいですし反対意見をコメントに書き込んでほしいと思っています。それが民主主義ではないでしょうか。自分の意見と違う人を排除するというのはただの独りよがりな独善ですよね。まあそういうタイプの自己中心的な人物が政治主張をしても失笑されるのは当たり前です。そういうタイプが叩かれるのは政治主張をしたからではなく本人の人格が原因です。なお過去動画でできるだけ中立に語ると言いましたがあの発言は撤回させていただきます。中立にしようと心が
分けていても、やはりどうしても主観が入ってしまいます。なので完全な中立かと言われると、私の動画は正直そうではありません。完全な中立であることを歌うと、やはりそれは嘘になってしまいます。完全な中立で物事を語ることは不可能ですが、あまりに偏った考えを垂れ流すのは良くないので、できるだけ双方の言い分を汲み取り、中立な視点を心がけることにします。例えばロシアの件でしたら、ロシアが 100% 悪いという形ではなく、NATO の拡大にも触れています。また政治を考える上で大切なことは、固定観念にとらわれないことがとても重要です。例えば特定の政党の支持者にありがちな話で、特定の政党が何をやっても全肯定する。しかし支持政党以外が何かをすれば、何をやっても全否定する。みたいなケースがあります。こういうの皆様どう思いますか？私はこういう考えは危険で、とても健全だとは思えません。なので私としては政党に限らず、良いと思ったことは称賛しますし、悪いと思ったことは批判します。そういう姿勢でいくことを宣言しておきます。あとネット上で議論すると、どうしてもお互いに攻撃的になってしまうという問題があります。私のチャンネルのコメント欄では、できれば煽り合いなどのレスバトルではなく、冷静で建設的な議論ができればいいと思っています。それはちょっと難しいですかね。考えが違う人に攻撃的なコメントをするのではなく、その人の考えも尊重した、優しいコメントをしていただけるとありがたいです。ただこれは私の勝手な願いなので、どういうコメントをするかは視聴者兄貴にお任せします。というわけで今後たまに政治関係の動画を投稿するので、その時はよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今回は、炎上系 YouTuber は悪なのか？について考えていきたいと思います。私としては、手段の一つとしてはありだと思っています。ただ一歩間違えていきすぎると、自爆してしまう恐れがあるので注意が必要です。炎上系をやるならしっかりと自衛をしなければなりません。孫子などのせいで炎上系イコール悪みたいな風潮が広まっているかもしれません。しかし悪とまでは言い切れないのではないでしょうか。炎上系チャンネルもピンキリですし、様々な形態があります。少し探してみただけでも YouTube には大量の炎上系チャンネルが存在します。しかし周りからめちゃくちゃ憎まれているチャンネルってそんなにたくさんあるでしょうか。もちろん炎上系の話題が苦手な人もいますし、そういう人からは反感を買うかもしれません。それは仕方のないことです。一方で、無難な動画よりも炎上系の方が伸びやすい、というジンクスがあります。過激な炎上系 YouTuber たちが、爆発的にバズっていることから考えても、それはごまかしようのない事実でしょう。こういう現象が起きるということは、やはり炎上の話題には需要があるということであり、無意識にそれを求めている人が一定数いるということです。需要があるところにはもちろん供給が生まれます。輝かしい成功例があると、それに追従する人が出てくるのは仕方ないです。そもそも炎上系チャンネルという言葉自体が、結構曖昧な使われ方をしています。定義も曖昧なものです。例えば、まるまゆう様のような、パワータイプのアグレッシブな迷惑系 YouTuber と、普通に炎上解説みたいなことをしている YouTuber を、同じ炎上系と分類することには少し無理があります。迷惑度が全然違いますからね。実は私は、今まで YouTube から動画を削除されたことは、一回もありません。再生リストに削除済みの動画が丸本含まれています、と表示されますが、あれは投稿する前に、ガバガバ AI の収益化審査に引っかかって自分で削除した動画です。あの表示が一生残るのうざすぎるんだけど、あれだけ仲井戸様と派手にバトルしたからには、大量の仲井戸信者たちが私の動画を通報したはずです。それなのにただの一本も YouTube 運営から削除されず、警告すらも一回も来ていないということは、私の動画は一応 YouTube 的にはセーフという判断でしょう。もちろん私自身も炎上系みたいなものなので、気をつけないといけません。仲井戸様との法廷オフでバズっていた時、私が調子に乗って全方位に喧嘩を売りまくっていたら、あのまま私は第二の孫子となっていたでしょう。まあでも仲井戸様は私にとって特別な存在ですからね。今後他の誰かとあのような激しいバトルをすることは、もう永遠にないはずです。3月末は広告単価が爆発的に上がるので、もう一回法廷オフ予告をしてほしいですね。誰か私と法廷オフしませんか？というわけで、炎上系は諸刃の剣です。皆様私のことをサイコパスだと思っているかもしれませんが、これでも結構いろいろ考えながらやっています。燃えている炎上系と、燃えていない炎上系がいます。その違いはいろいろありますが、簡単に言うと結局人として信頼できるかどうか、という話になってくるのではないでしょうか。万が一自分が燃えた時には、自分が悪い場合はすぐに謝るのも大事です。散々炎上を動画のネタにしといて、それが分かっていない人は一体何なんですかね。いや何も学習してなかったんかいみたいな。最後までご視聴ありがとうございました。今回は、ロシアのウクライナ侵攻に関して、どちらが悪いのかについて考えていきたいと思います。当チャンネルで行ったアンケートでは、このような結果になっています。ウクライナとロシアどっちが悪い？ウクライナ、5%、ロシア、95%。
まあ当然の結果ですね。圧倒的大差です。現在ネット上でも、ロシアが悪いという声が大半です。しかしごく稀に、ウクライナが悪いという意見も見かけます。そこで今回は、なぜロシアが悪いのかを説明していきます。現在、ロシアは明らかに侵略戦争をしています。それもこの21世紀の時代においてです。国連憲章から引用させていただきます。この機構は、その全ての加盟国の主権平等の原則に基礎を置いている。全ての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び、安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。全ての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない、他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。これ、明らかにロシアは違反していますよね。武力による威嚇または武力の行使、明らかにロシアは現在進行形でやっています。なのでロシアの行為を正当化することは、国連憲章違反を推奨するということになります。またロシアの戦争犯罪を追及する動きもあります。国連人権理事会は4日、ジュネーブで、ロシアのウクライナ侵攻を受けた緊急会合の2日目の討議を行い、侵略を強く非難すると表明する決議を賛成多数で採択した。決議はロシアによる国際人道法違反の疑いを、調査する委員会の設置を規定。委員会は今後、今回の侵攻に加え、2014年に始まったウクライナ東部紛争での人権侵害についても調べる。国際刑事裁判所 ICC のカーン主任検察官も2日、戦争犯罪などの疑いでロシアに対する捜査開始を宣言しており、法的にロシアを追及する動きが広がっている。そしてよく言われているのが、NATO は東へ拡大しない、という約束を破った、という言説です。ぶっちゃけ、これはプーチン大統領が言っているだけで、私はデマの可能性が高いと考えています。というのも、そういう約束があったという条約は、一切ありません。また、NATO 側もそのように主張しています。口約束でそういう話があった、という可能性も決して否定はできませんが、そんな不確かな約束の存在を、実際の効力があるものと考えるのは無理があります。ただ日本のマスコミでも、まるでこの約束が実際に存在したかのように、報道しているケースも確認できます。ロシア側のプロパガンダという可能性も考えられるので、この件に関しては注意が必要です。ただこれに関しては専門家の間でも意見が割れており、約束がなかったとも言い切れないので、解釈は人それぞれということになります。一つ言えるのは、プーチン様の求める NATO の不拡大自体が、NATO 憲章に明確に違反しています。NATO は一応来るもの拒まずのスタンスなので、不拡大を条約に盛り込むと、NATO 憲章と矛盾してしまうのです。というわけでプーチン大統領の主張や行いは、NATO 憲章違反、国連憲章違反、さらに戦争犯罪を現在進行形でやっている疑いがあります。なのでこれを擁護するのはかなり難しいです。私もこれらの理由からロシアの方が悪いと思います。最後までご視聴ありがとうございました。先日開催された東京マラソンで、とんでもないミスが発生しました。スポーツ報知から引用させていただきます。先導の白バイがコースを間違えタイムロス。世界記録保持者のキプチョゲが、15K を43分16秒で通過も痛いアクシデント。重略しかしその直後、先導する白バイがコースを間違え、それにランナーもついていってしまうアクシデントが発生。10から20秒のロスタイムが発生してしまった。高記録を狙うキプチョゲラにとって、痛いタイムロスになった。15キロは43分16秒で通過。10キロからの5キロは14分39秒を要した。先頭集団のペースは5キロ14分30秒で、ゴールは2時間2分22秒に設定されている。この5キロはロスタイムの分遅れた形になった。なんと白バイがコースを間違えて、それにつられて選手もついていってしまい、そのせいでタイムに影響が出てしまったようです。こんなこともあるんですね。そりゃ白バイが間違えたら選手もつられちゃいますよね。これは本当にシャレにならない。ネット上ではどちらかというと、白バイの責任よりも、大会運営の責任を問う意見が多い感じです。当然選手にも影響が出ますので、こういうミスがあると批判されるのは当然です。ただ、人間がやっている以上は、どこかしらで人為的なミスが起きてしまうのは、ある意味で仕方のないことです。誰でも歩いててつまずいたり、コップの水をこぼしたりした経験はあるはずです。なので私個人としては多少のミスならそんなに責められない、というのが正直な感想です。まあ、これを多少のミスと言っていいのかどうかはわかりませんが、もちろん批判されて当たり前ですし、批判するなと言っているわけではありません。ただね、ちょっとこの件でどうしても気になる点が、1点だけあります。デイリーから引用させていただきます。優勝した五輪2連覇王者で世界記録保持者の、エリウド・キプチョゲ37ケニアラを含めた先頭集団が、10キロ過ぎにコース間違いがあったことについて、レース後の会見で、士官の東京陸競の平塚理事長は、あそこは本来、間違えたところもコースの一部ですが、迂回した大きな車中継車のすぐ後ろに選手がいた、迂回をして U ターンする設定だったが、選手がそのまま走っていってしまった。若干、ロスはあったのかなと思いますが、大きなトラブルではないと思っていると、説明した。誰の責任かは難しい。選手が悪いのか、誰が悪いのか、これから調査して、来年は絶対にないようにしたいと、責任の所在は明らかにしなかった。主催者である東京マラソン財団の早野忠明レースディレクター RD も、多少のロスがあって、レースに影響するかなと思っていた。10秒ぐらいはロスしたかな。ただすぐに復活してくれた。キプチョゲのエージェントもノープロブレムと話していた。私としては迷惑かけたなと、話した。東京陸競の理事長が、誰の責任かは難しい。選手が悪いのか、誰が悪いのか、と言っています。確かに
に誰に責任があるのかについては難しいです。でもね、なんでそこでいきなり選手が出てくるんですか。選手は悪くないでしょう。むしろ選手は被害者サイドですよ。なんで平気でこういうことを言えるんですかね。責任者の仕事って、こういう風に何か組織が問題を起こした時に、責任を取って頭を下げて、組織の構成員を守ることも大切な仕事です。だからそこはすぐに素直に謝って、選手を守るような言動をして欲しかったと思います。理事長も選手が悪いと思ってるわけじゃないはずです。ただこれは表現が良くない。こういう言い方をすると誤解されてしまいます。というわけで、いざという時の責任者の対応について、考えさせられる事案だったと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ユニクロが当面の間、ロシア国内の店舗の営業を継続することを発表しました。ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、ロシアで50店舗展開するユニクロについて、衣服は生活必需品のため、状況を注視しつつ、事業を継続する方針を明らかにした。一方4日には、ウクライナへの支援で、およそ11億5000万円と、毛布ヒートテックなど20万点を提供すると発表していて、柳井氏も、戦争は絶対にいけない、あらゆる国が反対すべきだとロシアの侵攻を非難している。最近ビザ、JCB、マスターカードや、イケアやナイキ、エルメスやシャネルなど、様々な企業がロシア国内での業務を停止しています。しかしユニクロは継続するようですね。ユニクロの広報担当者によると、柳井正社長は次のように発言したそうです。衣服は生活の必需品、ロシアの人々も同様に生活する権利がある。これはどうなんでしょうね。確かに衣服も必需品といえばそうかもしれませんが、別にユニクロがなくなったからといって、ロシア国民が生活困難になるというわけでもありません。他の服屋で買えばいいだけですから、やはり社会的評価よりも、企業の利益を優先したのでしょう。それが悪いとは言っていません。一応ユニクロはウクライナへ約11億円の支援をしています。ロシア国内での業務継続に対する批判を、ウクライナへの支援によって中和しよう、という意図が見えます。ただそれだけでカバーしきれるかというと、ちょっと怪しいと思います。おそらく報道されるのは、ユニクロがロシアでの業務を継続する、という部分が中心になるでしょう。それによるマイナスの印象を、ウクライナ支援でカバーしきれるとは考えられません。ユニクロにとっても難しい判断だったはずです。ロシア国内の50店舗の営業を全て止めるとなると、莫大な損害が出るでしょうから。ただまあ私個人としては、そこは思い切って業務停止して欲しかったですね。そのことが大々的に報道されれば、企業イメージも大幅にアップするはずです。場合によっては、下手に広告を打つよりも宣伝効果が高いかもしれません。もちろんユニクロも従業員の生活を守らないといけませんし、苦肉の決断だったのかなとは思います。ユニクロといえば、ウイグル人の強制労働に関与していた、という疑惑があります。米下院が中国新疆ウイグル自治区からの輸入を、全面的に禁止の対象とする法案を可決した、メーカーなどに対し、生産過程で強制労働と無関係であることの証明を義務付けている、人権侵害への関与が疑われる企業への圧力は国際的に高まっており、日本企業は人権監視など対応を急いでいる。ウイグル産品の輸入規制に違反したとして今年1月、米国でユニクロのシャツの輸入を差し止められたファーストリテイリング、新田幸弘グループ執行役員は今月2日の事業説明会で、生産過程で人権侵害がないことを第三者認証などを通じて確認していると強調した。同社はこれまでの主な縫製素材工場に加え、継続して取引のある全ての縫製工場リストを来年3月に開示する計画、今後は原材料の調達まで遡って、自社で強制労働の有無を調査できる体制づくりを目指す。また柳井正社長は記者会見で、ウイグル自治区の強制労働問題について、政治問題なのでノーコメントと発言しています。確かにウイグル問題は複雑で込み入っており、軽はずみに言及に辛いことは理解できます。ただナイキみたいに懸念している、程度のメッセージは出しておいてもよかったんじゃないでしょうか。ユニクロ側は数々の疑惑について、否定しています。ただこの件に加えてロシアでの業務継続となると、ユニクロのイメージ大丈夫なのかなと不安になります。最後までご視聴ありがとうございました。現在ロシアでは、数十の都市で反戦デモが行われ、これまでに合計1万3000人以上が逮捕されています。また ANN が公開した映像によると、警察官が市民を警棒でボコボコにしたり、力ずくで連れ去ったりと、警察がかなり乱暴な様子が映っています。まずこれらの出来事について、皆様はどう思ったでしょうか。これらは3つの点で以上です。まず1つ目は、ロシアは政権に対する批判に対してかなり厳しい国なので、ここまで国内で反戦デモが拡大すること自体が、異常なのです。日本国内でデモ活動が広がるのとは、全く違う意味合いがあるわけですね。いくら情報統制を敷いていても、VPN を通せばインターネットに接続できますから、マミに気づいた人たちが、決死の覚悟でデモに参加しているのです。そしてもう一つは、ロシアには残念ながら言論の自由がないということです。日本では基本的にはデモ活動をする自由は認められていますが、ロシアではそれができないと、これもよく考えると異常です。ロシア当局はさらに情報統制を強めており、Twitter や Facebook など、政権に不利な情報が掲載されているサイトを、片っ端からアクセス制限して見られないようにしています。またロシア軍に関する虚偽情報を広める行為、に関する法律にプーチン大統領が署名しました。虚偽情報を広めた者に対して、最大で150万ルーブルの罰金、または最大で禁錮15年の懲役が科されます。ただこれ、ロシア当局が虚偽情報と認めれば、何にでも適用できることになります。つまりプーチン政
件に対して不利な報道をしたり、あるいはロシア側のプロパガンダと少しでも異なる内容だった場合、この法律でしょっ引かれる可能性が高いです。これを受けて BBC や CNN などは従業員の身の安全を最優先するためロシア国内での取材や放送を停止しました。ロシアは国営テレビで自国に有利な嘘を垂れ流しています。例えばウクライナの市街地への攻撃をウクライナ軍による自作自演としたり、インターネット上で拡散されているロシアにとって不利な映像については加工によるフェイクだと主張したり、 BBC から引用させていただきます。共に国営放送でロシアで最も人気のチャンネルロシア1とチャンネル1はドンバス地方でウクライナ軍が戦争犯罪を犯したと非難した。ウクライナ市民を脅かすのはロシア軍ではなくウクライナのナショナリストだとロシア1のアナウンサーは述べた。チャンネル1のアナウンサーはウクライナ軍が民間人とロシア軍に対する挑発行為として民家砲撃を準備中で装甲アンモニアで爆撃しようとしていると説明した。ロシアのテレビはウクライナで起きていることを戦争とは呼ばない、その代わり攻撃は軍事インフラを標的とした非軍事化作戦、あるいは両人民共和国を防衛するための特別軍事作戦と表現される。中略連中はまさにファシストそのもののように行動する。ネオナチは武器を民家の横に設置するだけでなく子供が地下室に避難している家のそばに置いていると特派員はリポートした。ビデオにはウクライナのファシズムというテロップが出ている。特派員の説明はウラジーミル・プーチン大統領が2月末に根拠なく主張した内容に呼応するものだ。ウクライナが女性や子供、高齢者を人間の盾にしているというのがプーチン氏の言い分だ。ロシアはこんなプロパガンダも流しています。ウクライナ国内にいるロシア人がネオナチのテロリストに殺害されている、だから今やっているのは戦争ではなくウクライナのロシア人を救うためのテロリストの掃討作戦である、殺害しているのは民間人ではなくテロリストだけだ、実際は民間施設を攻撃して民間人を殺害しているわけですが、ロシアの若者はインターネット世代なので VPN でネットに接続して真実を知っています。しかし高齢の世代は国営テレビの情報を鵜呑みにしてしまいがちです。もうめちゃくちゃですよね。こんな強引な言論統制が一体いつまで続くんでしょうか。思い込みの中で生きているって怖いですね。最後までご視聴ありがとうございました。意味不明な拘束が話題になっているので皆様にも紹介させていただきます。なんとポニーテール禁止という拘束があるそうです。いや、なんでポニーテール？普通は髪染め禁止とか長崎亭とかじゃないの？ちょっと意味がわからないですよね。不満に思った女子生徒が担任に聞いてみたら男子がうなじに興奮するからとかいう答えが返ってきたそうです。女子生徒は男子にも女子にも失礼だし、本当にそうなら最初にこの校則を決めた人の感覚がおかしいと話しています。なんでこういう校則ができたんでしょうね。作った人の性癖なんでしょうか。なんだろう、自分の性癖を校則に反映するのやめてもらっていいですか。県議会での校則をめぐる質疑が全国放送の報道番組で取り上げられたことがある。昨年の3月定例会一般質問、県民連合の柳聖子議員が下着の色は白という校則には合理性がなく必要性を説明できないのではと当局に迫った。東条博光教育長は周囲を不快にさせない社会的マナーを身につけさせる観点から肌着の色や模様が外に透けて見えないようにするため定めている。外に透けない色であれば白以外でもかとした事例もあると答弁。柳議員は下着の色を指定したり色を聞いたりすること自体社会一般ではセクハラでは得意下がったが答弁は覆らなかった。重役校則は集団生活を円滑にする道具として使われてきた経緯がある一方、本来は子供の尊厳を守るためにあるべきだと強調する。合理的な説明も必要。教育長や学校の管理職は男性が圧倒的に多く女性の意見が反映されてこなかった面もあるのではと見る。最近は全国的にブラック校則が問題視されるようになり子供主体で校則の見直しに取り組む動きも出ている。おい、ついフェミ聞いてるか。お前らの出番だぞ。全力でいけよついフェミども。こういう時くらい社会の役に立てよ。おらー。はい、というわけでこの校則は女性に対する重大な権利侵害なのですぐに見直すべきです。ポニーテールがダメならツインテールもダメなんですかね。私の髪型も校則違反になってしまうかもしれません。髪を下ろさないといけませんね。いや、でも私が髪を下ろしたらアイデンティティであるツインテールが消失し個体としての識別が不可能になるんじゃないかな。なのでやめておくことにします。私の通っていた学校にもわけのわからん変な校則がたくさんありました。時代の変化に対応して校則を臨機応変に変えている学校もある一方で、なんかすごい古臭い感じの校則が特に変わることなくそのまま残っているケースもあります。校則って本来は生徒のためにあるものでしょ。ポニーテールを禁止にして何か生徒にとって良いことがあるのでしょうか。特に何もないと思いますけどね。どうなんでしょうか。ちなみに私はポニーテールの人のうなじを見て興奮したことは今まで一度もありません。どっちかっていうと髪下ろした方が好きですね。個人的には初音ミクも髪を下ろした方が可愛くなると思っています。炎上発言、こういう変な校則を見ると生徒側にもある程度の権力が必要なのかなと思います。ある程度の範囲内で生徒側の意向で校則を変えられるようにすればいいんです。投票や広報活動などで自分たちで校則を変えられるようにすれば面白そうですね。全面的に
生徒の権利を認めるとそれはそれで問題ですが、もうちょっと認めてもいいんじゃないでしょうか。こうした時代遅れの校則が残っている原因について、専門家は校則に関する法律が明確にないから、と指摘しています。もうブラック校則は違法にすればいいんじゃないですか？それならブラック私学は嫌でも改善するしかないでしょ。最後までご視聴ありがとうございました。登録者72万人の大人気 VTuber、ラプラスダークネス様が、なんと匿名掲示板をチャンネルで、自演して擁護していたことが判明しました。なぜバレたかというと、IP アドレスで書き込みと紐付けられてしまったからです。ラプラス様は配信で、回線速度のテスト結果を晒しました。よく見るとその画面にラプラス様の IP が、バッチリ映っていたのです。自分から晒していくのか。困惑って、それと同じ IP アドレスで、ラプラス様のスレに書き込みがあることが判明し、無事自演がバレたという流れです。では書き込みを一部見てみましょう。総帥、普段のツイートは同期で一番少ないのに、リプ返率が異常すぎて合計ツイート多いのすごいな。魂は19歳だぞ。先月の歌枠の時から、喉痛い声枯れたって言ってたし心配だったな。この活動量の差を見て、中岡を本命だと思える意味わからんな。中岡昔からやっててホロ入る前ギリギリで2回配信してました。1日2回配信、間違えた。ASMR の下りのツイート見てなさそう。2日間配信内だけで Twitch 落とさたなしは厳しいなしょう。エアプが湧いてるがここのところ2回目行動多くないか？たくさんとは言ってないぞ。動画投稿すると言ってたが、そもそもあんだけのどこはしてるのに公式番組、案件配信こなしてそれに加え、動画周期からして編集しては無理だろ。いやー、これは恥ずかしい。ラプラス様、今頃顔を真っ赤にしてベッドに飛び込んで、両足をバタバタさせているのではないでしょうか。また特筆すべきは、ハッキングなどによって情報が流出したわけではなく、2回とも自分で IP をお漏らししている点です。総帥、IP アドレスが何なのか理解してなさそう。要するにラプラス様の自爆です。皆様もむやみに IP アドレスを晒さないよう、十分気をつけましょう。まあ自演とかしてなければ、IP アドレスがバレても別に困らないんですけども、配信で IP アドレスをお漏らししたのが、1月12日で、5チャンネルに書き込んだのが2月です。なぜか微妙にタイムラグがあります。なぜ IP を漏らししたのに、IP 強制表示すれに書き込んでしまったのか、そういうガバガバなところも好きです。狂気。でもこれ書き込み内容が、しょうもない自演でよかったと思います。もしたの V の悪口とか書いてたらやばかったですね。実は2013年に、急にチャンネルで個人情報が流出する騒ぎがあり、その時に丸を購入している、課金ユーザーの個人情報と書き込み内容が流出しました。その騒動の中で、作家の杉井光様が、2チャンネルで関係者に対して、長年にわたって誹謗中傷を繰り返していたことが判明しました。ラプラス様がそのようなことにならなくて、本当に良かったです。確かに自演していたことはくっそ恥ずかしいですし、笑われて当然だと思います。ただ笑って済まされるレベルのことで、まだ良かったのではないでしょうか。それにしても、有名人でも5チャンネルで自演したりするんですね。私だったら絶対しませんけどね。書き込む時間がもったいないですから、またネットの反応を見ていると、こいつならやってても違和感なくて草、ラプラス様の用語が全部自演だと思うと興奮する、ちょっと詰めの甘いところはあるよね、などの意見がありました。今回の件で好感度爆下げ、みたいな感じではなさそうですが、どうでしょうか。もうバレてしまったものはしょうがないので、どうせなら開き直って、5チャンネルで自演擁護する配信とかしてほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。ひろゆき様が、野球に関して、あまりにも適当なことを言っていたので、ちょっと訂正させていただこうと思います。皆様は、33-4、というネタを知っていますか？ひろゆき様は、2010年にソフトバンクが、巨人に対して一方的に圧勝した、と話しています。しかしこれは間違っています。神羅万象、まるまる間違っています。どれくらい間違っているかというと、ボビーオロゴン様と、朝倉未来様を間違えるレベルで、致命的な間違いです。ひろゆき様の主張によると、2010年、ソフトバンク対巨人ということですが、正しくは、2005年、阪神対ロッテです。年代もチーム名も、一つも合っていません。一体どうやったらこんな間違いをするのでしょうか？まだ阪神とロッテの試合であることを覚えていて、年代だけを間違えた。とかならうっかりミスで済むんですけれども、巨人とソフトバンクは一体どこから出てきたんでしょうか？てか33-4ネタって結構有名ですし、野球を普段見ない人でも知っている人は多いはずです。せっかくなのでこの機会に、33-4ネタについて説明します。33-4とは、2005年の日本シリーズで、阪神がロッテにボロ負けして、その負けっぷりがあまりにもボロボロで、ストレートで4連敗した上、4試合の合計スコアが33-4、だったため今でもネタにされています。4試合で33-4ってなかなかないですからね。ちなみに私は阪神ファンなので、深い霧の映像を見るとこの時を思い出して、頭が、となります。また試合前のインタビューで、一般阪神ファン兄貴が、負ける気せえへん、地元やし、とドヤ顔で答えていたこともよくネタにされます。ちなみに2020年の日本シリーズでは、ソフトバンクが巨人にストレートで4連勝して、日本一を決め、その時の4試合合計のスコアは、26-4でした。惜しかったですね。
133の4の記録が塗り替えられる日は、果たして来るのでしょうか。誰か早く上書きしてくれメンス。また、ひろゆき様はこんなことも言っています。150キロを投げる選手が、5年間ちゃんと正しい筋トレをしたら、160キロ投げられるようになるじゃないですか。ひろゆき様。一体何を言ってるんですか？嘘つかないでくださいよ。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか？たまに事故みたいな感じで、160と計測されることはありますが、日本人でバンバン160投げる投手なんて、ほとんどいないでしょ。最速160なら結構いるかもしれませんが、平均160みたいな日本人投手って、ほとんど存在しないでしょ。佐々木明様や、リリーフの時の大谷翔平様くらいでしょうか？リリーフの時の藤浪でも、確か平均155くらいだったと思います。外国人のクローザーでも、ストレートの平均はそれくらいです。外国人選手でも平均160なんてめったにいません。なんかそういうデータあるんですか？と言われそうなので一応データを確認してみました。2021年シーズンで20イニング以上投げた投手のストレートの平均球速はこんな感じです。はい、ご覧のように、上位10人でも平均はこんな感じです。まあこれは別に驚くような結果ではありません。野球を少しでも見ていたら筋トレすれば160いく、なんて絶対に言いませんから。ちなみに上振れた時の最高球速でも、2021年シーズンで160以上を記録した投手は、たった6人しか存在しません。別ににわかでも語っていいと思うんですよ。にわかが語っちゃダメってなると、誰も何も語れなくなってしまいますからね。またちょっと間違うくらいなら誰でもあります。でもひろゆき様の場合は、全然全く知らないのに語っているという点が問題です。最後までご視聴ありがとうございました。